じゃあ、第、よろしいでしょうか。今日、その政府交渉3つの課題ですけども、1つ目の課題の、その外国人分野ということで、今日資料が、視聴者の皆さんにも当たっているかもしれませんが、46ページからになります。よろしくお願いします。この新型コロナ研究アクションの責任者してます、生徒会長です。ですね、1時間しかないんで、この今回この5つの項目に対して、事前にその要望について、この本前に、送らさせていただいてます。で、具体的に建設的な論議をしていきたいと思ってるんで、この1つずつ その回答について、お願いをして、どうしようかね、一括してやりましょうか。一括で回答していただいて、その上で、質問をして、ね、討論をしていきたいというふうに思っています。で、この交渉でよくあるのが、この回答についてずっと長く、お話しされて、交渉の時間がなくなってしまう可能性があるので、結論だけお願いしたいと思います。じゃあ、1点目の、日本にいながら住民登録の対象外になっている時に、特殊定額給付金10万円を支給してくださいということから、具体的に、回答についてお願いします。総務省でございます。着席して、ご説明をさせていただきます。で、ご案内のとおり、特別定額給付金につきましては、日本国内に在住する外国人の方についても、基準日1月27日において、住民基本台帳に記録されている方については、給付対象とさせていただいているところでございます。で、個別にご指摘をいただいております、例えば難民認定申請中の方々、こういった方々につきましては、難民認定申請中であることをもって、給付対象外としているものではございませんでして、3ヶ月を超える在留期間が認められて、住民登録をされている方々については、給付対象としているというところでございます。また、難民申請中の方々のうち、一時非合許可者、または仮滞在者につきましては、住民基本台帳法が適用されることが住民登録されていれば給付対象者となるのでございます。で、一方で、難民認定申請を行っている、当初の方について、この一時非合許可者などの方を除く方々につきまして、中長期の在留期間が付与されていないと、短期の在留期間の方がいらっしゃいます。で、こういった方々につきまして、あと短期滞在者ということで、3月以下の在留期間が決定された方とご指摘をいただいておりますけれども、こういった方々につきましては、その実態として3ヶ月を超えて日本に在留しているとしても、住民基本台帳に記録されず給付対象とはならないとしているところでございます。で、ちなみにつきましては、3ヶ月以下の在留期間が決定された方、当然観光目的で入国されている方もいらっしゃいますし、そうでもないそうではない方もいらっしゃるかと思います。ただ、入管の方でこういった方々にその短期滞在の在留資格ということで決定されている方については、主な行政サービスの提供対象外となってございまして、住民票を作成して行政サービスの提供の基礎として活用する必要性が低く、居住関係を交渉する必要のある場面も基本的に想定されていないと、こういった考え方から住民基本台帳に記録されていないものと承知をしてございます。また、ご指摘いただいている仮放免中の外国人の方につきましては、こちらにつきましては、退去強制事由に該当したために退去強制手続きの対象となった方々であると私も承知をしておりまして、給付対象とはしていないところでございます。差し当たり総務省からの認証でございます。続けた、ちょっとね、ずっと回答が続くんですけど、その間に視聴者の皆さんはちょっと4ページの具体的に挙手を渡していて、黒田支部会員のメンバーから提供されている我々の、ね、緊急アクションの給付したメンバーの、その皆さんの具体的に今 その生活の現状やそういうことが書かれている文章があるので、ぜひ読んでおいてください。切実な声をちょっと読んでおいてください。全員じゃあ続きお願いします。続きまして文部科学省でございます。丸2でいただいた、学生支援の緊急給付金についての、について回答させていただきます。今回のこの給付金につきましては、大学短大高専専門学校といった、高等教育機関
またそれに加えまして、法務省が、お送りしております日本語教育機関をに通う、学生等を対象としておりまして、これらに通う学生等でありますれば、国籍等にかかわらず留学生を含めて、支援対象にしているところでございます。で、一方でこれらの機関ではないところのに通う、学生等については、朝鮮大学校生を含めて対象していないというところでございます。現在これらの給付金につきましては、支給手続きを迅速に進めているところでございます。以上です。丸3について、丸3の、厚生労働省でございます。丸3のうち生活保護の適用についてお答えさせていただきます。まず生活保護法は憲法第25条の理念に基づいた法律でありまして、同条憲法第25条においてすべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するというふうにされていることから、この適用は、日本国民に限って行っています。で、一方ですね、外国人に対する保護についても生存権の保障の責任は第一義的にはその方の属する国家が有するという考えに立ちつつも、人道上の観点から行政措置として行っているものでして、現在その取り扱いを見直すことは検討しております。じゃあ続けて読んでないです。続けて番号厚生労働省でございます。丸3の後半に関してですけれども、すべての医療機関で無料あるいは定額で診療治療ができるよう支援ということでいただいております。で、こちらにもいただいているように、難民申請者の方へ に対してということでもいただいているところです。で、厚生労働省といたしましてはですね、社会福祉法に基づく無料定額診療事業というのを実施しておりまして、で、生活に困窮する方がですね、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が確保、制限されることのないように、無料または定額な料金で診療を行う事業として、社会福祉事業地域 の医療機関の基づいてやっていただいているところでございます。で、この事業に関してはですね、広く生活困窮者一般を対象とするものでございまして、ホームレスの方とか保護者の方にとどまらずですね、でいただいているような難民の申請者の方々も含めて対象としている事業でございます。以上でございます。はい、じゃあ続けて4番の関係、国土交通省でございます。今の新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、そのコロナの関係で起因して住まいを失うような方々、そういった方々への対応を我々も図っております。具体的に申し上げますと、こちら、私ども国土交通省から、地方公共団体が市営住宅ですとか県営住宅ですとか、所管されてますけれども、その公共団体に対しまして、こういったコロナの起因をして、解雇等により住宅や一時的な居所を追われるといいましょうか、退去を余儀なくされるような方に対して、目的外使用、ご指摘になりますが、目的外使用制度という形で空き室ですね、通常の入居者もいる中で、若干の空き室があったりするのが常ですので、そういった空き室の部分の提供をするようにということで、4月に、公共団体宛に要請文書を送っております。で、実際どれぐらい適用されているかもその後フォローアップをしております。ただ1点ちょっとここでお断りをしておきますが、外国人であるかというのは全く関わらず、このコロナに起因してお困りの方ということでの対応でございますけれども、今時点、これ7月末時点になりますが、当初13都道府県というのが特別に指定をされていたかと思いますが、そちらを対象に我々で調べをしております。13の都道府県とその中にある政令市、代表的なところをフォローしておりますが、7月末時点で1400ちょっとの個数を公共団体の方が、受け入れ可能ということで、提供しております。で、実際これ延べになりますけれども、318ですか、300を超える方が この仕組みを使ってですね、すでに入居をされているというところであります。
引き続きこのコロナの動向なんかもしっかり見ながらですね、引き続き対応を図ってまいりたいと思っております。以上です。じゃあ最後5番目外国人技能実習機構でございます。5番につきまして、ご答えをさせていただきます。技能実習法の施行規則におきまして、管理団体および実習実習者は、技能実習生の技能実習終了後の、帰国が円滑なされる措置を講ずるということでされております。また管理団体は、技能実習生からの相談に適切に応じるともに助言指導その他の必要な措置を講ずることとされているところでございます。これらの規定に基づきまして、技能実習生が技能実習を終了後、帰国するまでの期間について、管理団体、および実習実習者がその間の生活にかかる必要な措置を講ずる必要があるというふうに考えてございます。技能実習法におきましては、技能実習を継続することが困難となった場合には、管理団体または、実習実習者が、遅滞なく技能実習実施困難に届け出書を提出することと定められているところでございます。当該提出のあった技能実習生につきましては、外国人技能実習機構が提出された当届出書により、当該実習生の状況を把握するとともに、管理団体等に対して技能実習生の希望を踏まえて、他の実習実習者への転籍に向けた支援を円滑に帰国までの間、措置等を行うよう助言指導を行っているところでございます。加えて、機構の地方事務所等で、いや、母国語相談窓口に、技能実習生等からの相談があった場合にも、管理団体等に対して、在留資格の変更や雇用権の受給等の、各種手続きを含めて適切な措置を講ずるように、指導・助言を行っているところでございます。また、機構では、管理団体または、実習実施者からの不適正な行為等をやむを得ないと、需要により技能実習を継続する意思を有しているか、宿舎の宿泊先がない、技能実習生に対して一定期間、機構が、宿舎先を提供する、宿泊支援も行っておるところでございます。その場合、機構は直接協定を結んだ宿泊先を、提供することとなっていることでございまして、民間シェルター等に対して財政援助を行っており、おりません。支援が必要としている、技能実習生を知り得た場合につきましては、機構における宿泊支援の活用をご案内するなど、支援者等ともスムーズに連携しながら対応してまいりたいと考えてございます。以上でございます。はい。じゃあ、これでいいですか、正直ね。でやっぱり今ちょっとその具体的に5項目の回答を受けていて、今日たくさん当事者来てますけども、非常に落胆していると思います。でこのままで言うと本当に死んでしまうということがあるので、ここからですね、まず最初にね、今のその回答を受けて、その当事者の人たちのね発言を聞いてほしいと。あと皆さん、今ご回答、あの今移住者と連帯する全国ネットワークの稲葉と申します。今日はありがとうございます。今のお答え、公営住宅を除いては基本的には、全部できないというお答えだというふうに解釈いたしました。で、実際その、民間団体だけで今支えてきている状態なのですけれども、それができなくなってりつつあるというところで、私たちこの支え合い基金っていうのはあくまで公的資金につなぐまで支えたいということなんですが、外国人の方たちの場合それがつなぎにならなくって、公的支援に全くつながらない。でそれを今完全に民間だけで支えている状態です。でそれが限界に来ているので、今日こうした要請を行わせていただいています。で実際現状で どのような状態にあるかということをちょっと声を聞いていただきたいと思います。でお一人目なんですけれども、お一人目は工藤人の女性なのですけれども、仮放免の場合には、彼女埼玉県に住んでいて、県境を越える時にも、入管に許可を得なくてはなりません。で本当に何時代ですか、江戸時代ですかっていう感じなんですけれども、それで今日来ることができませんでした。ですが彼女、今看護学校の学生さんで、勉強しているところです。でその、ロジンさんのまずは
声を聞いていただきたいと思います。2007年に日本に家族、お父さんいないで家族5人で日本に来て、で小中高は日本の学校を卒業してて、今専門学校で看護師を勉強しています。その仮放免だったのがちょうど3月だったんですけど、で私たちのお家の契約も5月に切れる予定で、で お母さんずっとその会社で働いてて、その会社が保証人になってくれてて、でもビザが在留資格がなくなったから会社でも働けなくなって、会社も保証人から外れるとか言われて、在留不動産会社もそこの会社を信用してるわけだからっつって、家を乱されそうになったのもあったし、私自身自分がずっとバイトしてて、私高校遠くの学校だったので定期代もすごく高かったんですけど、自分のバイト代とかで払ってたし、そういうのもなくなって自分で自分の収入とかもなくなって、今までも携帯も自分で払ってたのがそれができなくなったりとかして、お金がないでも困ったし、家を出されそうになって、家の住むところもなくなりそうになったので困ったことがたくさんありました。私の前の家では学校に、7キロぐらいだったんで、前の家は自転車で行ってたんですけど、今の家は学校も遠く電車では近いんですけど、自転車とかで行くと遠いので定期代とかかかるし、勉強する上でやはり前自分が考えるときは自分で勉強に必要なものを変えてたのに、なんか親に相談しないで自分のお金持ってるからそれで書いてたんですけど、今は一個一個本当にこれが必要なのかとかちゃんと考えないといけないので、それとかあと実習行く時に遠くの病院なので全然埼玉なんですけど、全然千葉とか東京とかもあるので電車代とかが高いので、そういうのも結構大変になってしまいました。食べたいものを思う存分に買えないっていうのもあるし、できないっていうよりは、今までうちらも在留資格があった時は、私の市は医療費が中学生までただなんですけど、私結構体調とかも悪くて、病院の時に 100% 前は 150% 負担の病院、なんか何も分かんなくて 150% 負担の病院って言って、でもちゃんと 100% 負担の病院って言うんですけど、それでもすごい高いんですね、医療費が。今一番できないことっていうか、病院に行きたいときに行けない。でも仮放免だと行きたいときに病院行けないし、ちょっとした症状だったらなんか、いやすぐ治るから大丈夫とか言って行けなくて、で私が今一番困ってるのは医療で、自分自身が腸が悪いので病院行かないといけないんですけど、今一番困ってることは医療用のお金ですかね。周りのみんな10万円何に使うみたいな話が盛り上がってるのに、一人だけもらえないから、おすーっと、あんもしなくて。だから日本人でも、そのホームレスとかは住民登録されてない人が、みたいなニュースは何回も読んだことあって、やはりこの今回のコロナって、そのお金持ってる人でもお金持ってない人でもみんなに平等に、病気って平等に来るものなのに、そのお金持ってる人には行き届いてるけど、お金持ってない人に行き届いてないっていうのが、私もすごく問題だなって思ってます。今の声がまず、ロジンさんからなんですが、それと今日今東京に住んでいるので、ちょうど来ることができて、次スライド、2007年にこの場に来ていただいているイラン人のベヘザードさんに、来ていただいています。でベヘザードさんは現在仮放免中で東京に住んでいます。で2006年の12月にイランの宗教的にも政治的にも社会的にもイラン政府に対する、反対の立場でいろいろな活動をしていまして、それで、イランを出国して日本に来ました。でオーバーステイで働いた後に長く収容を経験しています。で、今その仮放免で、出てきて大体1ヶ月ちょっとぐらいなんですけれども、その間やはり非常にもう生きていくこと自体非常に大変だっていうことで、今日本当に大変なところを来ていただいています。じゃあ皆さんこんにちは。私大丈夫か？大丈夫。
皆さんこんにちは。今日のこの時間は感謝します。私はイランのベヘザド・アブドライですが、4年半ぶりに入管から収容されて、4年半の収容の後に7月の7日仮放免で解放されましたが、この4年半の入管の間、長期収容をはじめ入管の中の問題もたくさん話を活動しましたが、7月7日から仮放免になって、今度また日本の中にいる外国人たちの在留資格という問題がある外国人たちの仮放免になってからの始まるその問題を、それぞれ自分がそれを経験して気づいたところがたくさんありますが、何より仮放免という条件ですが、その仕事をできない外国人たちです。そして仕事がだけじゃなくて、社会的にも権利は何もなく、とても制限があります。その制限がある外国人たちをボランティアでそれぞれの団体がサポートしてますが、最近コロナが始まり、日本だけじゃなくて全世界ですが、もちろん日本にもそれぞれ の影響がありまして、その今まで少しでも助けてもらった外国人たち の, そのボランティアからの方からも制限が出まして、今とても困っている外国人がいます。その中に自分もいますが、もちろんコロナの対策として政府の方からも少しでも支援をくださいましたが、ただそれは外国人にも在留資格がない外国人にちょっと当たらない支援になりましたが、よく10万円という値段も最近のお金も出ましたが、その今日私が話したいのは、その10万円だけ、国から出る10万円だけじゃなくて、私のような仮放免で生活している外国人たちに、まず社会的な権利、そして仕事をできるような権利がない限り、たとえ今回10万円をもらって、やもらわなくても、これからまた、これからの生活もありますから、どうかまず今回 の, やっぱりコロナは感染者を国籍で選べないですか、病気は人間を関わるんですか。まず日本に生活をしている外国人たち、やっぱり人間としてみんな同じ対応を受けてもらえばと、そして私でもやっぱり同じ人間として同じ命ですが、国の方から国籍を問わず対応してもらいたいということです。そして自分の個人的な経験を申し上げたいんですが、仮放免、特に私仮放免者として仮放免のそれぞれの問題を今経験してますが、仮放免にいる人が仕事はできません。そして仕事ができないと家の家賃が始め、食品もそして行き来のための交通代も何にも、その最低限のものも何にもできない状況ですが、そして今現在私が現時点今、経験している問題ですが、住まいの場所ですが、いろんな物件を探しても、例えば自分 の, 周りから応援してもらっても自分の名義で契約はできません。そしてやっぱりその日本の法律で契約者じゃないと新しいの形になりますか、それも違反になりますかと、そこで口座番号もできない、そして家も借りない、仮放免者としてとてもこの仮放免にいる人たち、外国人たちの大変な生活を今経験してますか。そして保険も仮放免の方が保険にも入ってないから、自分ももちろん周りの人からも見てることですが、よく痛みを病気を
我慢して医者に行かない人たちもいますが、それは米の保険のない、もちろん医療 の、 そのお金も高くて、そういうそれぞれ の、 生存権のない外国人としてとても困っている人たち、もちろん自分もその中見てますが、最後に申し上げたいことですが、やっぱり仕事ができない外国人たち、そして今も特にコロナの時代でより困っている人たちがいますが、もし国から何か人を守る、人間を守ることがあれば、やっぱり国籍は関係なく日本で住んでいる人たちがみんな同じく対応してもらえればと心から願います。ありがとうございました。今本当に生活していくこと自体ができないという生の声を聞いていただいたのですが、今そのご回答いただいたことについて、こちらからも質問させていただきたいと思います。最初に、ですね、1番目の10万円のことなんですけれども、住民登録をしていないことが一番支給できない原因、理由だというふうに考えてよろしいんでしょうか。で、住民登録自体はもともと給付するための手段であって、住民登録そのものは目的ではないと思うのですけれども、ですから住民登録はその日本にいる全ての人々に給付するための手段だとしたら、なぜ他の手段を使ってその目的、全ての人に給付するという目的を達成する方策を取っていただけないのでしょうか。 なぜそんなに手段にこだわるのかが、ご説明いただければと思います。村長でございます。お答え申し上げます。特別定額給付金、ご案内の通りですね、仕組みの簡素化ですとか、給付の分、二重給付の防止を図る観点から、住民基本台帳の情報に基づき給付を行うこととしているところでございます。で、仮に住民登録を行わないままですね、給付対象とする場合には、その二重給付の防止ですとか、先ほど今申し上げたような観点からですね、住民基本台帳以外の情報で市区町村のその範囲を超えた形でこの管理を行うことが必要になってまいりまして、現実的にこのような対応を取ることは困難と考えたものでございます。二重給付を防止するということであるならば、少なくとも国方面者に関しては法務省が管理していますよね、住居。なのでそれを利用するということも可能だと思いますし、また法務省マターとして、そもそも4月27日現在住居登録であった人っていたのを変えていますよね。その後、その時点で住居登録されていなかったとしても在留資格を変更して、で遡って4月27日とみなして給付対象になっているっていう取り扱いに5月20日からなっているんですね。したがって困難な状況にある人たちを支援するために制度を変えるという気持ちさえあれば、さまざまなことはできると思うんですよ。今日いただいたお答えって全部制度があって努力してないですよ。これだけ民間が資金を決まってなんとか生きるための支援をしてるんです。そしたら国もやってください。どうしたら支援できるかということ、今日の資料には入ってないんですけども、移住連の事務局長をしております山岸と申します。移住者と連帯する全国ネットワークは、全国の外国人支援をしている、難民を支援している団体の全国ネットワークで、よく皆様ともお話をさせていただいてますけれども、本当にこのコロナ禍でさっきのベイザートさんのような方も本当に苦境がもう全国から私たちのネットワークには届いていて、そのためネットワークとしても初めて支え合い基金という、この反貧困ネットワークさんがやってるのとは別の一連の緊急の新型コロナの難民移民基金というのをやりまして、で本当にまだ3ヶ月ぐらいですけれども、1263人の人たちに
まあ、一律の3万円の現金給付をしているんですね。合計でも4000万近くの、それを全部民間からお金を集めて、私たちだから1週間に100人ぐらいの申請があって、その1週間にその人たちの、まあ、360万ぐらいのお金を年間から募って何とかしてるんですけど、一人一人の状況が本当に、先ほどのベネサードさんのような方が1200人ぐらいいらっしゃるんですよ。で、今まだコロナが始まって、まあ、数ヶ月とか、まあ、もう6月ぐらいになりますけど、この先を考えても、この先皆さんずっと日本にいらっしゃるわけですから、例えば仮放免の方は今難民申請中であったりする人が圧倒的ですね。で、この基金を今申請している方の内訳を見ても、7割が仮放免者を含む、まあ、非正規滞在の方 で、またそれ以外に8割5分の全体の 85% が給付金の対象外とされてしまっている人なんですね。なので、この人たちは本当にもう食べることも医療も受けられないしっていう状態の中で、本当に民間、家族がいるとか親族とか、あとコミュニティとか、あと支援団体のみが支えてるっていうのは、私たちとしては本当に理不尽なことですし、先ほど鈴木の方から申し上げたように、例えば仮放免者の方は住所もちゃんと本庁が把握しているので、そうした意味では給付金しっかりと重複なく支給できるはずだというふうに思うので、本当にあとそれから就労資格っていうのもすごく訴えていらっしゃいましたけれども、それも何ていうのか、制度を何とかし変えようと思えばできる範囲のことでもあるっていうふうにも私たちも考えますし、あと先ほどの回復等級って言って、まあ、通常のこう今までの法制度の、まあ、説明をされてるんですけど、やっぱこのコロナという事態に鑑みた何ていうのかしら、特別な対策っていうので、本当にこの1年2年本当になんとか少しでも変えていっていただきたいと。で、民間の方はですね、私たちもまあネットワークですけど、それぞれの個々の全国の団体がもう本当に支援をしきれないほどのたくさんの声を聞いて、それこそ何ていうのかしら、これだけやっていてもどこまで続けたらいいのか、本当にやりきれない思いがすごくしてるんですよ。もう本当に公的な支援をやっていただかないと、とてもじゃないけど持たないというか、そういう感覚をすごく持っていますので、ぜひお願いしたいと思います。同じく移住連の、安藤と申します。私はコロナが始まってからずっと、まあ、移住連もリモートワーク体制に入ったんですけれども、電話を毎日いろんな電話がかかってくるのを受けていまして、でその中で私たちこの移住連の、緊急支援基金が立ち上がってからですね、自治体の窓口の方からもお問い合わせを何件かいただきました。で最初は今例えば窓口に外国人の方がいらっしゃっているんだけれども、まあ、定額給付金を受ける資格がない、どうしたらいいかという話から始まるんですね。だけどもその一斉を聞いた時に、あ、3万円のことを、いずれの基金のことを聞かれているんだなというふうに理解をして、まあ、説明を始めるんですね。そうした対応を私は何件かしました。それから、生活、困窮者自立支援事業を、委託されている団体の方からの問い合わせもありました。また地方議員の方からの問い合わせもありました。で全て対応してき、ましたけれども、やっぱりそもそも今私たちが自治体の窓口の方にやっぱりの要望を受けて答えて いるという状況がやっぱりおかしいのではないかという思いを強く持っています。でそれから先ほどお答えいただいた中で住民基本台帳のところで基準を設けている理由として、まあ、その二重受け取りの防止と仕組みの簡素化という話をいただいたと思うんですけれども、仕組みの簡素化ということであれば、まあ、効率化という意味だと思うんですが、まあ、もうそろそろこの事業も一段落という時期に来ていると思いますので、改めて、この今回対象になっていなかった外国人の人たちに向けてですね、給付の検討をお願いしたいというふうに思っています。よろしくお願いします。今声が聞こえてきてると思うんだけど、厚労省がね、
一つの先ほどの医療機関で 3番目なんだけど、僕自身はその緊急支え合い基金でずっとやってるんだけども、あるね、埼玉県の、まあいいよ、言っちゃっていいよ、西京都病院の方からに来てる人がいるね、外国人がね。その人が、その病院には所沢駅から巡回バスが来てるから。でも、本当に調子が悪くて、助けてくれと。その病院の MSW さんのところに書き込むわけですよ。で、それ MSW さんの方から連絡があって、僕自身は駆けつけると。で、具体的に、もう所持金も0円だろう。で、そのお金を渡すと。ね。だけども、ね、そのお金かけちゃえば医療が受けられないわけですよ。で、あるね、京都病院の先生に聞いたら、無料低額診療って言うけども、その病院では年間500万ぐらいしか予算が持てなくて、多くの外国人の診療を受けることはできないんです。ね、そうしたときに、無料低額診療の、そのね、公的な援助、病院に対してその公的援助が不十分で、なんで病院にそれを学んでするのか。ね、その病院だって、その援助がないから、これ以上その外国人たちに対して、ね、その無料低額診療の診療はできないと言ってますよ。ね、じゃあね、僕と一緒に来てほしい。で、本当に具合が悪いと。ね、もう範囲高くしょうがない。そういう人たちに対して、具体的にその人たちに対して面と向かって、どういう回答をするんですか。歯が痛くても放置しろって言うんですか。そういうことを言ってるんですよ。そういうような日々ことがね、日々起きてるわけですよ。それに対して具体的なね、今起きてる現実に対して の, その対応を今日聞いてるんですよ。みんな同じね、総務省も同じですよ。今日所持金が0円だと、ね、我々 の, その緊急相談に余ってきていて、緊急対応でその日に2万円を渡します。だから2万円っていうのはつなぎですよ。でまたね、もうその所持金が0円だと、今度家賃滞納して追い出されると。で、日々それでつないでるんですよ。そのことがあるから、具体的にその制度ありきじゃなくて、ちゃんと対応してほしいって話をしてるんですよ。そういうことに対しての現実的な事実に対してどういうふうに考えるんでしょうか。誰でも、ぜひ厚労省の方からお伺いしたいのでお願いいたします。一人責任を持っとした制度を変えていくというのはなかなか難しいことなんですけれども、皆さんのご意見を伺いながら、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。検討してるというのは先ほどもおっしゃっていたんですけれども、例えばその今検討に例えばどのぐらい時間がかかって、で今本当に家を追い出されたり、今日食べるものがない、あるいは病院に行けない、我慢しているっていう人たちについては、検討が終わるまで待っていて、でその間に死んでも構わないっていうふうに厚労省は、外国人の場合はその場合は何の公的な援助にもつながらなくて、命を落としてしまうこともまあ仕方ないんじゃないか、外国人だからっていうふうに考えてらっしゃるっていうことなのか、そこら辺はどのように思ってらっしゃるのか教えてください。もちろんそのような考えは厚生労働省としては、あるいはその政府としても持ってはいないところなんですけれども、国として運営している制度というのはですね、皆さんからいただいた税金なども貴重な財源として使わせていただいて、制度設計などをさせていただいているところなので、公平性という観点からも検討してまいりたいと考えております。他にどうぞ。ちょっとダブるんですが、住民
登録の対象外かどうかっていうのは先ほどもあったように、まあ、手段でしか過ぎないというふうに思うんですね。例えば法務省であれば今まで前回の震災の時も今回も例えば受刑者の人に対してはちゃんとまあお金を定額給付金払うという努力をされていることは了解してるんですね。その時はやっぱりその戸籍がない、除籍されてたりとかいろいろあっても、まあ、住所がない、住民登録がないっていうのは一つの手段で、別の形で補ったり回復したりまた証明ができたりすれば払うわけじゃないですか。ですからさっきもあるようにその手段なので、何かの形で二重給付を防止できるようなある種住所が確認できるのであれば定額給付金の対象とするとかですね、一歩踏み込んで考えることはできませんか。それでは岸野美里です。よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。本省でございます。今回定額特別定額給付金については繰り返しになりますが、住民登録というものを前提に置いております。で、その給付金の趣旨としてですね、その簡素かつ簡便な仕組みでですね、速やかに皆様の手元にお届けをするということで当初から制度設計をしておりまして、その中で取り得る手段というのは住民基本台帳であるということでございまして、これは特別定額給付金に限らずですね、前回の定額給付金でもそうですし、その直近 その各種給付事業でも同様の考えでございます。で、やはりその市区町村の事務負担でですね、その中でこう取り得るものをやっていくという中で進めてまいりましたので、ちょっとこの段階でですね、今回の特別定額給付金について、直ちに制度を見直して行うということは非常に困難でございますけれども、今回、こういった形でですね、お声も頂戴しましたし、いろいろと問題が起きているということは、私個人としては非常に認識をしたところでございますので、これについてしっかりと組織で共有してですね、検討してまいりたいと思っております。じゃあちょっと、さっきのさ、医療の 150% 医療費の 150% 保険適用ではないです。チェーン10円じゃないです。医療の話ではないんですけれども、国交省の方にお伺いしたいんですけど、先ほどのお答えからすると、この公営住宅の目的外使用というのは国籍に関わらず、在留資格にも関わらず、当該の自治体が、入居を認めれば入れるというふうに考えてよろしいのでしょうか。国交省石井でございます。おっしゃる通りでございます。我々の方からその地方に対して、今回のコロナの関係で、要請を出している文書の中では一切その日本人外国人ということは歌っておりませんし、こういった短期の方とか、仮に、方面の方っていうことではないですけれども、そもそも実際もう一回お願いします。仮方面者は対象外なんですか。いや対象です。対象かどうかを区切っていないってことです。気にしないってことですか。気にしていません。日本人か 外国人かは気にしていませんし、実際に今公営住宅に目的外、今目的外事業があるんです。空き室を制度外で入居を認める制度ですけれども、そもそもの制度内の入居でも外国人の方お住まいになっていますから、はい、そういう意味でも我々の方で外国人が田舎で何か区別をしているということはございません。在留資格も住民登録も全く関係なく各自治体に任せているという、おっしゃる通りです。それは文書で出ていますでしょうか。そういったことつながらないってことを文書に出すのはなかなか難しいので、だから出してもらうといいの。じゃあぜひ何か
通知をいただけないと現場の自治体で迷ってしまって結局解除されてしまっているということが非常に多いんです。あ、何らかのそういう通知文書が今その出せる人の表現の範囲でいいから出せないか、ちょっと考えさせていただきますけれども、それを出していただけるだけでやっぱり一歩前進だと思うんです。もしよろしければ、その具体的に排除されたような事例がもしあるのであればお知らせをいただければと、その上で検討することになるかと思います。ありがとうございます。もう今日一番ですよ、あなた。やるとは言ってない。検討させていただきます。当然国の立場は全国全体に対してのことですから、どこか一つのことだけを見てやるわけにはいきませんので、検討させてくださいということで、そんなに拍手までを頂戴すると、いや、もう拍手をいただいたからには。おそらく平時のこれまで今回の要請文の中で平時の中での問題と非常事態だから何とかしてくださいというのが両方入っていると思うんですけども、例えば一番というのは非常事態においてわざわざなぜ住民基本台帳と最初にしてしまったのか、多分見えていなかったわけですよね、対象外の人の基本台が。でそれと同じように2番の、学生支援緊急給付金に関しましても、朝鮮大学校がなぜ排除されているのか、これについては外国学校に本校は入っています。でそれに対する、文科省からの説明、前回の時には、法的根拠が外国学校に本校はあるとおっしゃったんですね。でも朝鮮大学校も法的根拠はあります。したがって意図的に排除したとしか思えないんです。こういった緊急事態に新たな法的排除を作るということはあってはならないということだと思うので、ぜひこれに関してはそれほど大きな予算措置ではないと思います。朝鮮大学校の学生数を考えれば、そういったことをぜひ前回検討しますというのを他の方からはいただいたんですけども、じゃあ、担当が違うかもしれませんが、5月29日に私たち交渉して現在まで2ヶ月こうし、検討の経過を教えてください。文科省でございます。法的根拠のあるなしだけで線引きをしているというわけではなくて、一応の文部科学省の高等教育機関プラス今例に挙げられた外国大学日本校というところについては、その我が国の大学との接続を図っていて、高等教育機関に準備して取り扱われているというところを持って今回対象としております。でそれ以外のものについては朝鮮大学校に限らず、朝鮮大学校だけを排除しているのではなくて、そこに入らない子が全ての対象外という形にしておりまして、それは日本人が通う大学校の方でも対象外のものが多数あります。例えば水産大学校とか対象外のものがあります、ね、農業大学校とか、それは別に文科省の高等教育機関の枠組みが入らないので、それは別に朝鮮大学校だけを差別しているわけではございません。検討経過としては改めて持ち帰って検討させていただきましたが、今のところでは対象にはしています。今日たくさんの技能実習生の方もいらしているので、ぜひ、この5番目の点について西野さん、はい、お願いいたします。はい、お願いします。ミチエルスともに支援会神戸大学の斉藤と申します。技能実習生とか留学生も含めた外国人に対するこのコロナ禍の中での支援策って、支援と言わなくても、その別に財政的な支援とか強制サービスのなくてもですね、一つだけ申し上げたいのは、働かせてほしい人が働けないのは何でなんだろうとですね、例えば留学生で卒業時にですね、海外になってしまった人、それはアルバイトを継続することが求められています。ところが何かの理由で、アルバイトと学業を頑張ったと最後にですね、卒業できなくて辞めてしまった人ですね、辞めてしまってコロナで帰れない人、
海外にはアルバイトが認められないんですよね。なんでなんだ、コロナで海外のは同じなんです。どうしようっていうのか、アパートも引き払ったんですね。あと実習生もそうです。昨日実習生もコロナ解雇で仕事がなくなった人はいろんな他の人がありますね。特定活動にもして働き続けるとかですね、ベルナにコロナによらないで仕事を辞めてしまって、でコロナのせいで帰れないし次の仕事も見つからない人、彼らに対しては働くことが許されない。なんで働けないのか、コロナで帰れない、コロナで次の仕事が見つからない状況は同じなんです。じゃあどうしたらいいのかということで、一つ了承したいのは働かせてくださいということです。あとベトナム人の習性で困ってる、実際に困ってる人がいますので意見を聞きたいと思います。有先生在讲对，来，要让người Việt Nam mà đến làm việc trên đất Nhật ạ, thì do ảnh hưởng của Corona nên là không những em mà rất còn rất nhiều người còn đang kẹt ở Nhật Bản cũng chưa thể về được Việt Nam và cũng không có công việc để làm, thì đã dẫn đến tình trạng là thất nghiệp và chính điều này đã là áp lực cho mọi người đang kẹt ở Nhật Bản và chưa trở về được. Thì trong thời gian kẹt ở Nhật Bản thì em rất mong là được sự giúp đỡ của bên phía Nhật Bản, giúp đỡ được cho những bạn đang kẹt không thể đi làm được là được đi làm để trở về nước. Và như em và 14 bạn ở đây thì đã được may mắn là được thầy Kurie, thầy Seto và thầy Seto đây giúp đỡ. Nhưng ở bên ngoài thì còn rất là nhiều người là đang thất nghiệp, và chính vì thất nghiệp nên là mọi người có cái áp lực rất lớn về tài chính từ phía họ và cũng như gia đình. Thì em rất mong được sự giúp đỡ bên phía Nhật Bản. Nguyễn Thị Hoa-san, Việt Nam Chính の元実習生、今でも実習生かわからないと、いわゆる失踪者方ですよね。会社が倒産したことによって、しかしコロナ倒産ではない、普通に倒産したことによって、その後に機構さんなんかに相談するすべもないままに失踪して、いわゆる不法就労状態になって、今回コロナで帰った人が帰れないという状態です。で、やっぱりですね、入管に出頭して、もう帰る意思を示している、そして働く意思能力がある人がですね、帰国の準備のためにとりあえず行ってもいいよと入管さんは言うんであれば、帰国の準備をする期間ですね、帰国の準備にはその帰りの航空券を買うということも入ってますよね。そのお金を自分で稼ぎたい、別にプレッと言ったんじゃないです、自分で稼ぎたいというふうに言ってる。それからいつ帰国で出るか分からない、それまでの生活費を自分で稼ぎたいと言ってる。それを認めてほしい。で、自分たちは幸いにもNPO に保護されていますけれども、保護されていない人たちが世の中にたくさんいるわけです。でその人たちの生活を安定させてほしい、安心して入管に出てきて登録した上で自分の生活を自分が働くことによって、あるいは援助もらってもいいですけど、それで帰れる日まで生活をさせてほしいというふうに言っています。じゃあ今の点について、お答えを、技能実習機構、多分法務省に言うか、法務省、法務省に言うかな、マイク、マイク、はい、法務省入管庁でございます。すみません、利用者資料の担当としてここに来ておりますので、ちょっと在留職 の, その在留の許可のところについてはお答えできる部分もあるかもしれませんが、まず技能実習生で、コロナ自由で解雇されてしまって続けられないという場合には、一時的に管理団体が転籍支援を行うということになります。で、それで見つからない場合は、最近始めました特定活動で別分野で特定員を目指すというような在留資格がございます。で、技能実習生が実習終了後にその帰国困難事情である帰りたいにも帰れないということであれば、実習がその特定活動就労可の在留資格で、就労希望しない方については就労不可の在留資格ということでご案内をさせていただいているところでございます。
だからコロナで帰れないのはみんな同じなのに、なぜ仕事がなくなった原因がコロナであるかどうかにそんなにこだわるのかということなんです。実習生が失職した場合については、あのコロナの影響であろうがなかろうが、あの転籍支援が行われるということで、コロナでなければ転籍ができないというわけではございません。転職支援ですけど、このコロナ禍の中で転職が非常に難しい状況ですね。で、そういう場合にですね、あのこれを第一義的には管理団体がやる仕事だったというけども、この制度自体がですね、まあ、確かに帰国するまで面倒を見るのが管理団体になってますが、こんなコロナの状態を想定してませんよね、制度が、ね、今から半年1年2年経つかも分からない、ずっとあの管理団体でですね生活を見ろというわけにいかないでしょう。そういう場合に自分たちが働きたいという人には働かせてほしいと思っています。まず一義的には管理団体が転籍支援をするときなら、お互いご理解の通りですので、それでも見つからないという場合は外国人技能実習機構において転籍の相談援助を行っているというところでございます。そしたら、まあ、制度の説明としてはそうだと思うのですが、それがうまく機能しているんですか。まあ、今現在まあ、転籍もできなくて技能実習も継続できないけれども、帰国困難のために在留したいという方々については先ほど申し上げました通り、特定活動で帰国できるまで滞在していただいているんですが、数字だけ申し上げます と、今現在ですね、就労か働いている方々がですね、21,500人、約でございますが21,500人ということでございます。で、就労希望しない方々については1,300人ということでございます。ちょっとうまく機能しているかどうかという先生はなかなか応対が難しいでございますが、留学生についてはどうですか。留学生で、学業とアルバイトを両立しながら頑張っていたけれども、何らかの理由でですね、退学を選んだのはそのタイミングでコロナ禍になってしまった、ね、その後にですね、アルバイトも禁止されてアパートももう帰るつもりから返してしまって、どうやって生活しますか。まず申し訳ございません。ちょっと入管庁職員ではあるんですが、技能実習担当でございますので、詳細を申し訳ないんですけども、留学生についても、帰国できない場合は、就労が可能な特定活動を与えているというふうには承知はしておりますが。いえ、それは卒業した場合です。卒業したのに、この大学で帰らなかった場合には、アルバイトを継続してもいい。ところがですね、その直前に退学してしまった場合です。ですね、ちょっとすみません、そこについては責任を持ってお答えをする立場でございませんので、今日お話があったことを共有させていただきたいと思います。時間になりましたので、一旦ここで切ります。それでね、ちょっとこのままでいくと、そのさっき その国交省のね、ナイスな回答以外は、非常に厳しいなというふうに思っています。で、僕は彼女と従っているので、彼女2万円のね、僕が給付金渡したときに、ベトナムに帰るときのお金として預かってくださいって言われた。ね、2万円じゃ買えない。で、働くこともできない。僕は早くベトナムに返してあげたいと思った。ね、その制度外かもしれないけども、例えばね、そういうふうに、その帰れない人たちに対して具体的なね、その航空券だとかそういうことなんかも含めて、十分ね、制度外できますよ。で、すみません。それでもう時間なんで、ちょっと今日ね、これで一旦切りますけど、先ほどのいろんなその給付金の問題や、やっぱり朝鮮学校のことですとすごい問題ですね、差別ですね。それとか、医療機関の問題、それとシェルターの問題について、今日全く、進展はないと思ってるんで、今日具体的に我々の方では、今日のこの交渉を踏まえて、再質問させていただきます。その上で、具体的に早い段階でもう一度この問題について、僕ら自身もいろんな団体と協力し合って再度政府交渉をなるべくその早期に設定したい。先ほどね、検討すると言われているので、その検討の結果の回答をいただきたいと思っているので、そこはね、ぜひご協力いただきたい。それ何で言うかというと、本当に死んじゃうから、本当に歯が痛いの分かるよね。歯が痛くてどうしようもないってこと分かるよね。放置できないですよね。そういう問題も含めて、今日踏まえて再交渉の設定をさせていただくので、ぜひね、前向きな検討をその間までお願いしたいということです。本当にじゃあ、ありがとうございました。じゃあ一旦終了します。
じゃあ、我々の方では住まいと生活の分野になりますので、こちらの方を入れ替えまして、お疲れ様でございます。じゃあ、第2部のですね、住まいと生活の分野 の要請項目に対してのところですね。今日その私しているその資料の45ページになります。この3点について、まずその省庁の、その厚労省の方から具体的に、全部その続けて構いませんから、じゃあまず回答を見ます。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私、厚生労働省社会保険局の方からで広報係長の立場と申します。丸1の2つ目、1つ目、2つ目について、まず私の方からご説明させていただきます。はい、でまず1つ目、各自治体に対して無定の入所を強制する行為、実情の強制と疑われる行為を厳しむように通知を発出してくださいと言ったご要請でございます。はい、で まず一般的にですね、これ当然ですけれども、無料低額宿泊所へ例えば入所に同意しなければ保護を申請することができないといった説明をすることであるとか、保護者の身体にこう実力を起こしているような形で無定への入所を強制することというのは当然に不適切な取り扱いであるというふうに考えております。ただ一方ですね、一応福祉事務所として必要なことといたしましては、住居を創出した方に対して生活保護を適用する際にですね、その申請された方の状況に応じた保護を行うためにですね、まず申請された方がどのような問題、身体的や精神的な状況のほかですね、日常生活の管理能力であるとか、金銭の管理能力等々をですね、抱えているかどうかというところを十分に把握する必要がまずございます。特にですね、保護を適用する際に居宅生活が適当であるのか、福祉的な援助が必要であるのかといったことを判断するためにですね、アセスメントを十分に行い慎重に判断するといったことが必要になっております。ただ一方でですね、現在の状況下で職を失ったことに伴って居場所を失った方というのは、かつ保護者となった方の中にはですね、アパート等での居宅でですね、生活する能力といったものを、十分に有するといった方もいらっしゃると思いますので、そういった方に関しては、当然ですけれども必ずしも無定等への入所を経る必要はないといったことになると思います。で、そういった居宅での保護が必要な、居宅での保護が可能な人も多いと思われますので、当然そうした方に関してはアパートの入居を進めることが望ましいというふうに考えているということも一方で事実でございます。こうして一連のアセスメントの中でですね、無料定額宿泊所への入所を例えばこう強要しているとこう、誤解を招くようなですね、説明があったかどうかといったことに関しては、ちょっとすみません、個別の事情によりますので、ちょっといろいろご要望いただいている中で、したいというふうには思いますけれども、現時点では明確に申し上げることができないといったことになりますけれども、生活保護を必要とする方がですね、相談をためらうことのないようにですね、申請権の侵害を決して行わないといったことに関しまして、引き続き周知してしまいたいと、このように思っているところでございます。はい、で2つ目でございますけれども、敷金の支給に関する項目から、保護の実施期間において居宅生活ができると認められる者に限るとの記述を削除してくださいといったご要請になります。で、これに関しましては、ちょっと先ほども申し上げたところと重複するんですが、安定した住居を持たないような要保護者、保護を必要とする可能性のある方から保護の相談があった場合にはですね、相談の中でやはり丁寧にアセスメントを行って、その方が住宅生活を送ることが可能なのかどうなのかといったことを、慎重に判断するといったことが必要になってございます。これはですね、福祉的な援助であるとか、日常生活の支援が必要な要保護者等々ですね、単独で居宅生活を行わせることによって、なかなかこう保護の目的を達成することが難しい場合にですね、そうした方に対してこう状況に応じた必要な支援ということを行うことを目的としているものでございますので、
こうしたこうアセスメントの手続きをですね、こう一律的に省略するといったことは適当ではないというふうに思ってございます。まあ、ただ一方でですね、ちょっとこれも先ほど申し上げた通りでございますけれども、このアセスメントの中で、ちょっとまあ誤ったような説明があったりしてですね、生活保護を必要とする方がですね、相談をこうためらうことのないようですね、申請権の侵害といったことを行わない、決して行わないことに関しまして、引き続き趣旨でしてまいりたいと、このように考えているところでございます。2発目は以上になります。ちょっとね、候補者のね、ずっと説明しないで、先にこの質問に対しての結論がイエスかどうか、三角か先に言ってから言ってくれないと、皆さん、その後遺症回答で全部時間がっちゃうんで、その辺のやり取り、僕らでやりますから。先に結論言ってください。はい、厚生労働省社会福祉保護課自立助長専門官の生活保護自立助長専門官の藤井と申します。本日よろしくお願いいたします。3発目のご要請でございます。本年4月17日付厚生労働省事務連絡に書かれた個室利用の原則が各自治体において遵守されているかどうかを調査してくださいといった要請についてでございますけれども、まず無料定額宿泊所につきましては、その居室において複数人が入居するいわゆる多人数部屋において新型コロナ感染症のリスクが高いという指摘を受けておりまして、それを受けて4月の17日に付けの自治体の向けの事務連絡におきまして、原則個室利用を求めているところでございます。また4月27日付自治体向け事務連絡におきまして、無料定額宿泊所等においてやむを得ず他人数部屋の利用をせざるを得ない状況におきましては、既存の補助事業メニューの活用により居室にパーテーションを設置して個人のスペースを区切ることにより、また4月30日付の事務連絡におきまして、状況によってはですね、無料定額宿泊所の施設外に一時的な滞在場所を確保してですね、感染を予防するように求めているところでございます。さらに新型コロナウイルスの感染拡大防止を後押しするべく、無料定額宿泊所の多人数部屋の早期解消のために、個室化整備の特補助についても今般制度化いたしました。6月5日付の自治体向け事務連絡におきまして、無料定額宿泊所の事業者について対してですね、積極的な活動を呼びかけているところでございます。なお無料定額宿泊所につきましては本年4月に基準省令を施行し、3年間の移行期間を経て多人数部屋の解消をするように事業者に求めています。以上の通り生活保護受給者をはじめとした無料定額宿泊所の入居者の保健衛生安全等を確保するため、無料定額宿泊所の個室化については、省令による政策誘導、事業者への補助金による財政支援の両面からですね、自治体とも連携して協力に進めているところでございます。続きまして、4発目、すいません、はい、結論、今あなたが言われたことはよくわかるんですね。それを前提で質問してて、調査をするかしないかでイエスノーだけではっきりいいんです。皆さんがやってらっしゃることをみんな理解してます。まあ、もう一回説明いただいてもしょうがないんで、やるやらないという感じのことを答えないでどうするんですか。そうじゃない、調査をやるかやらないかということについてイエスもノーも言わないで続いてって言われるとおかしくないですか。調査につきましてはですね、各自治体ともですね、事務連絡を踏まえて適切にご対応いただいていると認識しておりますので、必要に応じまして新たに周知して、引き続き遵守を促してまいりたいと考えております。調査しない、調査しない、じゃあ後でその実態をお教えします。全然できてません、はい、申し訳ないけど。これ次のポイントです。はい、令和2年度第2次補正予算に基づく
旅客生活移行緊急支援事業を強化し徹底してください。生活困窮者や生活保護申請者に対する居宅、各アパート、公営住宅、各閉じるの確保を行政が積極的に行うようにしてくださいという要請についてでございます。令和2年度第2次補正予算において実施する居宅生活移行緊急支援事業は、生活困窮者、生活保護受給者の住まいの確保につきまして、両制度をですね、垣根を越えて一体的に支援する重要な取り組みと考えており、自治体には7月3日付の事務連絡によりまして、積極的な活用を呼びかけて、現在、国交補助協議中という状況でございます。コロナ禍で、仕事を失い、住まいも失う住居の困窮者への対策については、まずはコロナ禍の状況における失業者の状況等や、現在進行中の第二次補正、予算による居宅生活移行緊急支援事業の実施状況、これを注視してまいりたいと思います。例えばですね、自治体から委託や補助を受ける事業者から、この事業の使い勝手、また工夫がさらにできる点を必要に応じて確認しつつ、継続した支援が可能、必要かどうかですね、令和3年度に向けても確認できればというふうに考えています。いずれにいたしましても、生活困窮者や生活保護受給者の住まいの場の確保については重要な取り組みであると認識しておりまして、今後ともですね、自治体内における部署を超えた連携や、地域で活動している居住支援法人とも連携した積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。はい、以上でございます。続きまして、私、厚生労働省社会連合局地域福祉課の中野と申します。ご説明の方を回答させていただきます。失礼いたしました。ご説明につきましては、東京都さん等が行っている緊急宿泊支援等の部分になっておりますが、こちらにつきましては生活困窮者自立支援制度の中におきまして、地域生活支援事業の中で取り組んでいただいているところになっております。今後ですね、例えばネットカフェなどで、居住をベースとされていた方々がネットカフェなどが閉まった際にですね、一時的にビジネスホテルなどでですね、住まいの方を確保いただいていたというところで、こちら、記載いただいたように、ここは東京都さんなどでですね、非常に積極的に取り組んでいただいているところと承知しております。ご指摘いただいたようにですね、私どもも、この一時生活支援事業につきましては任意事業ということで、まだですね、全自治体での取り組みというところはできておりませんので、こういう事例の方はですね、有料事例ということでですね、展開させていただきながらですね、ぜひ任意事業の、実施拡大というところでもですね、進めさせていただきたいと考えております。以上です。はい、じゃあ、この丸1で一回切って、この問題で具体的に、交渉団の方でお願いしたいと思います。ありがとうございます。そうです。千葉学院長からお話があったように、その厚生労働省当初がですね、この場合水際作戦をしてはならないということについては明確に、何度も自分の役を出してくださっていて、私たちも現場でそれを活用させていただいているんですけれども、今回無定の問題ですね、無料定額宿泊上の問題を特に取り上げたのは、この無定への入省の強要が行われていると。でそれがですね、事実上の水際作戦になってしまっているという現状があるから、なんですね。自治体によってはですね、生活保護申請すると、アイデアの無定に入ってもらうことになりますよというふうに、説明をして、それで申請を諦めさせるというような、対応しているところがあってですね、ですので、申請権に侵害があってならないということをですね、徹底するためにもですね、無定への入省を、強制してはならない。先ほども無定への入省強要というのはがあるとしたら、それは不適切だというお話もありましたので、改めてその原則をですね、入省強要しちゃいけませんよと、入省強要をしているのと、疑われるような行為を現に慎むようにという自分の役を、出すことについては何ら問題にはならないかというふうに
ますので、それを出していただきたいというのが一番のポイントと、いうことになりますが、いかがでしょうか。まあ、具体的にですね、こう事務連絡を発出するといったところまでちょっとこの場で私の権限で明言するのはなかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、先ほど申し上げました誤った説明、入所に同意しなければ保護を申請できないというのは誤った説明ですので、まあ、そういったことを申請権の侵害に当たるのでこう行わないといったことを何らかの形で自治体にこうお伝えするということは今後適宜周知していくといったことにはなろうかというふうには思っております。ただちょっと事務連とか通知書がですねちょっとそういった具体的な形までちょっと申し上げることはちょっとなかなか難しいというふうに思っています。大丈夫かな。ですね、荒地議会議員の小倉周平と申します。この間私もずっと現場で連日こうしたこの生活困窮特に住まいを失った方の対応を動いているところです。で、まずですね、まあ、この間厚労省から自治体への通知さまざまこの施設でなくて無定でなくて原則個室であるだとか次々と、まあ、この間この通知を出されているんですが、ところがですねやはりその自治体の現場特にこの福祉事務所の窓口で徹底されてないんです。私も出されるたびに各福祉事務所に確認するんですが、やっとその管理職、所長とか管理職の方がこう見て、把握をする。で、生活保護の申請の動向行くとですね、ちゃんと理解しているその担当の方もいれば、そのことを全く認知すらしてない。で、まずじゃあ施設に入ってくださいということを前提に、生活保護の申請並びにその無料定額宿泊所をこう、まあ、仲間強制ですね、されるというパターンがですね、これはもう、各地で起きているという状況なんです。なのでさっき稲葉さんもおっしゃいましたけれども、再度ですねこの通知を徹底していただきたいということです。で、私この問題で以前からずっと取り上げているんですが、6月の本会議代表質問で、まあ、生活保護の第30条でですね許諾保護の原則ということで、ネットカフェ生活等々お住まいがない場合でもその無料定額宿泊所の貧困ビジネス施設でなくて直接アパートを転宅する徹底すべきじゃないかということに質問をしましたらですね、厚労省から、ね、通知が出ているにもかかわらず足立区の答弁は、住まいがない場合でも直接アパートを転宅するよう徹底すべきにつきましては、直接アパートを転宅するのではなく一旦無料定額宿泊所に入所いただいて本人との面接を通じてその方の実情に応じたアパート転居等を行うことがより適切な支援であると考えております。これは生活方法第30条の正し書きにおいて法的に認められているところでございますといったような 法的な答弁をやってるんですよ。これは厚労省の通知全く違うじゃないかということで、まあ、再質問して追及をしたところなんですが、自治体の現場においても残念ながらこんな認識であるという状況でございます。なのでですねこの 最初の意思疎通ですね、ここの周知徹底、まあ、先ほどなかなかその立場でお答えなかなかできないということをおっしゃいましたけれども、その土ぜひよろしくお願いいたします。そんな自治体の現場の状況です。じゃあそれでね、ちょっと僕の方で今日3ページ目に、資料です。その無定の その入所ね、あたかも条件だったのその無定に入所させられた後です。昨日僕は病院に行ってましたけども、その生活法人が合わせて住宅ローンも含めて10万5000円ちょい、それで彼が具体的にその無定で引かれていた施設費が7万9000円です。で、食事は実質1食、風呂は5時までで、ね、昨日上尾市の職員と話をしたんだけど、結局問題は市の職員が具体的にこの実情に対して十分把握をしてないわけで、2万しか残らないで、生活費が例えば携帯払っている1万しか残らない。そうした時にどうやってその就労とかね、就労の努力をするんでしょうか。で、そのことはちょっと読んでください。でね、今日この交渉なんで僕が具体的に言いたいのは、こういうことが各自治体で起きている。今日自治体のアンケートの結果がねたくさん出ています。
で、厚労省が今の動きというその現状をどのように把握をして、具体的にこのようなことをどのように防止するのか、防止策をやっぱり具体的に明確にしていただかないといけないんですよ。です。通知は出してますというよりも、具体的にこのね、サンタのアンケートやいろんな都道府県のアンケートや、この案件を見ていただければ、わかるでしょ。もう二度とね、そういう意味で言うと生活保護は嫌だと。ね。なんで、そのコロナの中で派遣切りになって、その目の手に焼いて、集団生活がなじめますかみたいなことをやるんでしょうか。そういうような現場の事情をちょっと把握してください。把握した上で、その防止策も含めた形の対応をお願いしたいんです。何か補足ありますか。私八王子の前市議会議員の陣内康子といいます。この12ページ見ていただきたいと思います。市民自治を目指すサンタマ議員ネットワーク、これ、多摩26市の全部の自治体に、この無定のことについて、生活保護申請時、またそれにおいて無料定額宿泊所の利用状況についてのアンケートを取りました。これを見ていただくと、4月15日の厚労省から の、通知が出ていても相変わらずまず無定に入っていただく、っていうのが基本的な方針です。私もこの間市と交渉していました。でこういう4月15日 の通知が出ているでしょうって説明しても、無定に入るのが必要、無定に入ってもらわなきゃ困るっていうか、住所がないでしょって言うんですよね。で、住所がないんだったら、ビジネスホテル紹介してくださいって言っても、それもダメ、無定以外ダメっていう対応でした。もうつい1週間前の話です。それが現場なんですよね。っていうことを踏まえてですね、でそのみんなどこもですね、長いもう10年以上、使っている。それとあと残念ながら職員は無定がどういう状況か知らない、見にも行ってない、それで訪問にも来てないっていう実態がある中で、無定のところに管理人もいるから、そこの施設長が、就労支援しますとか、アパート転落を手伝いますとか言いますけれども、現にそうなっていない。で、じゃあどれぐらいで無定が出る、何が条件でね、どういう条件が揃えば無定に出れるのか、生活保護の手帳に書いてあるけども、それもいわゆる私たちがチェックをしてからですっていう段階なんですよね。で、こういうコロナの中で住居を失った方っていうのは、本当に先ほどもね、厚労省の方がご説明したように、今まで十分一人暮らしをしたり、アパート暮らしをしたりしてきた方ですよね。その人に対してその人を見ないでもうマニュアル通りにやってる、それを現実をしっかり見ていただいて、なんとか現場で言っても変わらない、それに対してやっぱり国としてもしっかりとした指導をしていただきたいと思います。生活保護問題対策全国会議の田川ですけど、先ほど瀬戸さんが話された3ページのある用紙の例ですね、無定に行って3ヶ月そのまま何もしてなかったと。でこの方なんで私たちが分かるようになったのか、生活保護を利用しているのかとは言わず、給食活動する交通費がないので、なんとか足らないのか。で、実は給食活動の交通費出るんですね、生活保護で、急ぎとして。場合によっては、概算払いで、例えば1万円渡して、後で精算とかできるわけだけど、そのことは案内もしてないわけですよ、できてないんですよ。ただ、無定に入れても安心しちゃってるわけなんですよ、現場の感覚として。私も自治体職員だったから分かるんです。そういう感覚が現場にできているということがまず一つ、それをぜひ分かっていただきたいんです。で、無定にさえいれば安心だと思っているんだけど、実際は多くのところで劣悪な環境だからみんな逃げ出しちゃうんですよ。で、また他のところ相談行ってまた無定に入って、でもうこんな2回も3回も嫌な思いしたからもう絶対生活保護は嫌だと、アパートに入れてくれるんだったら利用したいよと、こういう方がいっぱい見えてるんです。で、私たちが今やってるのは無定と言われることをこちらでおかしいでしょということを現場でいちいち個別に反撃をして、そしてとりあえずビジネスホテルか何かに泊まれて、そして可能な範囲で家賃としても住宅事情で出ますよね。で、そのことも知らない人も多いんだけど、せっかく通知にね、かつての
通知を10連絡入れていただいたんだけど、ホテルを認めないというのに、いや、ホテルにも可能なんですよと、ちゃんと説明をして、やっとホテルを認めて、その間にアパートという形になっているという流れがほとんどだということなんです。で、一部の自治体はちゃんと最初から、じゃあアパートを探すように、ホテルも当然いいですよってやってくれるんだけど、多くの自治体が全然そうなってなくて、うちでは無定に行っていただいてますと。で、後で言いますけども、それはアセスメントの必要があるからですと。うちでは3ヶ月見させていただいてます。要は無定で3ヶ月じっとしてなさいと。その後アパートにという話になるわけなんですよ。で、それが次の項目 の削除してくださいという二ポツですね。になっていきます。はい、続けてじゃあ丸2、ちょっと、はい、いいですかね。今もちょっと無定問題っていうのはなんか多分話の前提になってると思うんですけども、私は千葉県船橋市から来ました。で、船橋市は人口60万人の中核市です。で、この間生活保護を同行して分かったのがですね、まず船橋市はその無定に流すっていうルートしかないんです。あれなかったんです。もうだから福祉事務所の対応する人はとにかく住居ありません、じゃあ無定に行ってください、アセスメントもないんですよ。アセスメントっていうのはだから、住居ありませんね、でホームレスやってましたかと、でホームレスの人は一人暮らしが困難ですね、じゃあ無定ですって、もうなんか決まってるんです。決まってるんです。もうでそんな状況 で、まあ、私たちはだから、いや、そうじゃなくて一人暮らし十分できますよと、いうことで、まあ、交渉する中で、一定アパート転宅の道はできたんですけども、でもそれは皆さんで見つけてくださいとね、アパートを。で、まあ船橋市の場合には漁場支援法人で非常に協力的なところがね、一生懸命探してくれたりしたんですけども、それでも例えばじゃあ、今日明日どうするかっていうことになる と、で船橋市は一時生活支援事業全くやってないので、シェルターもないし、自立支援センターもないしね、だから職員の頭の中にも無定しかないわけですよ。で、そんな形でやっぱりなかなかやっぱり行政の側でそういう一時生活支援の宿舎を確保するとかね、あるいは市営住宅を置いて部屋を確保するとかね、それぐらいの対応しておいてもらわないと、なかなか今のね、私たちのやり方でも多分限界があるだろうし、そういう支援者がついてないと、とても無理だろうっていう状況は変わらないと思います。で、そういう意味では先ほど、その事務連絡出されたね、その居宅生活移行緊急支援事業というのは、まあ、これ一つの可能性かなと考えてまして、だから積極的にそういうね、行政が一時的ないで、とりあえず遠慮で居場所を確保すると、あるいはアパートを確保する事業をやると、でそこに国がお金を出す、これはいいんじゃないかと思ったんですけどね。で、ところがね、船橋じゃあ今何やってるかっていうと、ちょっとこれを使おうとしてるかどうかわかんないんですけども、無定を一生懸命探してるわけですよ。もっと増やそう増やそうとしてるわけですね。でもそういう形の事業で使われてしまったのは、もちろん無定にもいろいろいい無定悪い無定いろいろあるかもしれないんですけども、ちょっとだから趣旨が違う使われ方をしようとしてるのかなというふうに思ってまして、だからちょっとその辺を含めてやっぱりちゃんと実情を見ていただきたいというのが希望です。すいません、補足で船橋市の市議会議員をしております池澤道夫と申します。ですね、やはりこの間何件も生活保護の申請の動向に行きました。思っていることは、私たちが動向支援をしないと、お一人で生活保護申請に行ったらもう絶対に受けられないです。私たちがついていっても丸一日かかります、いろいろな手続きに。で、無定が嫌だっていうことを言うと、じゃあアパート探してきてくださいって言われます。お金ないんですよ。お金もなくて家を放り出された人に対して、無定は嫌だって言ったら、じゃあアパート探してきてくださいっていうことは平気で言うんですよ。そういう実態です、もう現場は。
それでどうしてそういうことを言うのかって言ったら、まあ、これは言い訳ですねって言ったらその通りですとおっしゃってましたけれども、人事異動で4月1日付で変わりますよね、職員の方々で。これでコロナ禍になって急に忙しくなったと、マニュアルも研修も受けてないと。だからもう自分の独学でやってるから、もう対応、先ほどもおっしゃってましたけど、対応が職員によって違いますし、逆に教えてくださいって言われました、私。もうそんなことでいいのでしょうかって本当に思います。それで、アパートなんかとても探せません。で、私たちが同行支援すればそういった居住支援法人さんをに頼んでお願いするんですけれども、まあ、アパート暮らしがしたいという方に対してそういった居住支援法人と連携をねしてくださいっていうことも言ってあるんですけど、船橋市の場合は、まあ、福祉事務所があるからそちらに相談に行ってくださいということですね。福祉事務所ではアパートの支援はしておりませんので、ぜひその例えば無定もあれですよね、委託ではないですし指定管理でもないです、民間です。だったら居住支援法人も一緒にそこに混ぜてもらうべきだというふうに思いますので、ぜひそれをお願いしたいと思います。ちょっと具体的にいい事例なんで、すみません、どこってはっきり言えないんですけれども、区議会議員の五十嵐と申します。私の、その自治体はきちんとその日に来た人に2400円渡したりとか、きちんと対応してくれて、で自分たちがしっかりと支援していくから次に結びつけていってくださいというような言葉がけもしてくれます。だけれども他のところで他の自治体が受け入れてくれないと結局はやっぱり死んでしまうというところがあるので、その私の自治体の方に来ます。そうすると結局そういう正直者がバコを見るというとちょっと言葉が悪いんですけれども、結局そういうふうに集中してしまうことになるんですね。やっぱりそれっていうのはどうしても区の皆様からの税金も来ていて、でだけど自治体としてはその人道的な配慮のもとにやっていますけれども、でもやはりそこにはどうしてもいろんなこう課題が出てきたりとか、で私なんかはもうこれ以上はっていうふうに所長にも言われています。で議員が絡んでいるから問題になりますよみたいなことまで言われます。でもそこには人の命がかかっているわけですね。他の自治体が受け入れてくれないとやはりそうやって集中してしまうわけですよね。それって本当に問題だと思うんです。国がやっぱり何かしてくれないと自治体ごとのルールがあったりもしてしまうので、そこをきっちりとしてほしいと思います。すみません。回答いただいているので先にちょっと回答いただいてよろしいでしょうか。すいません、今ちょっといろいろ各地の実態を説明していただきます。まずは調査をしていただきたいというところになります。で自治体間格差の問題、貸付金の格差の問題ともあるので、ちょっと丸2と丸3の部分の回答を先にお願いします。なるべく結論を述べてお願いいたします。説明はいいですので、結論だけじゃないですか。はい、丸2のところですね。はい、保護決定までの期間に関する自治体格差の関係を把握するための調査を行ってくださいといったご説明になります。同時間も迫っておりますので、ちょっと短いお答えさせていただきます。我々といたしましては、現時点ではですね、調査という方法ではなくて速やかに決定してほしいという我々の考え方をこれからも断続的に周知していくという方法の方が望ましいと現時点では考えてございます。はい、ちょっと説明についてお省略させていただいて、またこのように考えているといったところでさせていただきます。で次のことですけれども、保護決定までの期間を支える貸付についても自治体間格差が見られる、で国としての基準を示してくださいといったところでございますけれども、
手持ち金がない方がですね、来所した場合にこう申請を行ってから保護費支給までの間にこう手持ち金がない方に関してこう自治体独自でこうお金を貸したりですね、食事を提供したりといったことがあるというふうに承知しておりますけれども、まあ、これはちょっと自治体独自の事務でございまして、生活保護は一方で我々が固定住宅事務ということで国から自治体にお願いしている仕事なんですけれども、そこからは外れております。ですので、ちょっと基準を示することというのは、ちょっとなかなか難しいというふうに思っています。まあ、ただですね、まあ、多くの自治体において、何らかのこうした支援を実施していただいていると承知してはおりまして、まあ、国としてはですね、こうした支援に加えて、速やかな保護の決定であるとか、私立相談支援機関と連携していただいて、生活、経済的にお困りの方を把握していただくといった、まあ、切れ目のない支援といった形で、確実に制度権を保障していただけるよう、したいというふうに考えているところでございます。に関しては以上になります。では続けて丸さんの方ですね、回答させていただきます。住居確保給付金のまず利用手続きということでございましたので、今年の4月以降ですね、現時点では、6月のところまでですね、一定集計の方ができておりまして、4月から6月の3月の間で、申請件数でおよそ8万2千件ほど、また決定件数の方でおよそ6万2千件ほどとなっている状況となっております。またですね、2個目の方で今後の議論の方というところでございまして、こちら住居確保給付金につきましては生活困窮者自立支援制度自立支援法に基づきですね、主に離職者等ですね、経済的に困窮した方をこうご支援するというところでですね、一定の就職活動を行う機関等をですね、家賃補助としてですね、こちら制度を設けさせていただいているところです。まあ、今回ですね、このウイルス感染症の影響を受けて非常に多くの方ですね、ご利用いただいているところです。まあ、今回のことも踏まえてですね、こうした制度の趣旨目的を踏まえまして、また必要な方にですね、確実に支援が、届くようにですね、尽力してまいりたいと思います。以上でございます。すいません、私府中の市議会議員の前川と申します。同時にですね、府中緊急派遣村のメンバーでもあります。このコロナが始まりましたから、私ども府中緊急派遣村も同行支援等々大変な思いをしておりますが、リーマンショックからこちら10年間の積み重ねがございますので、私たちにはノウハウがあります。その中で必死になって私たちもやってますけれども、この中で見えてくるのは抜本的に何かがおかしい。ケースワーカー1人が何で100人も120人も相談者を持っているのかということ自体がおかしいんですよ。ケースワーカーを増やしてもらわないと人が死にます。私たち派遣村は3人のスタッフ、それとボランティア6人ぐらいで同行支援、アパート探し、引っ越し、昨日も、住民票のどうやって建てるかっていう現場を動いているのは私たちです。でもね、ケースワーカーの人に言えませんよ。100人持ってるんですよ、100人。それを厚労省がどう考えてるか、私はずっとね、これはおかしいぞって。国が人を救うためのことを本気で考えているのか。このコロナにおいて、府中市においては生活援護課に12名の、スタッフを増やしたそうです。でもどっかからお金を出さなきゃいけないっていうときに国は何かしてくれるんですか。私たちが一生懸命民間で現場で頑張ってますけれども、国は生活保護、また命をから守るためのセーフティーネットのために行政の人を増やすということを私はしていただきたい。もう4月から今まで私は生活援護課のフロアに住んでると言われてますよ、周りに。ね、コロナで自粛しなきゃいけないのにお前は何をやってるんだと他の人に言われますけど、そんなこと言ってられませんよ。それと同じように行政の人も大変ですよ、走り回ってて。これをどうにかして打開するために国の方でもこの制度の在り方を考えていただきたい。でアセスメントって言いますけれども、なんでそんなに偉そうにアセスメントっていうのかに私は一つもわからないです。府中では無定に行けとは言わないです。アパートが原則です。それは私たちが作ってきたからです。できるじゃないですか。できるんだからやってくださいよ。これが全国一律アパート個室転宅っていうのが生活保護を受けて生活をもう一度立て直したいっていう人のためになるっていうのを基本において国がどうぞそれを守っていっていただくために、通知だろうが条例だろうが法律だろうが何だろうが変えていっていただかないと人が死ぬっていうのをこの
4ヶ月ぐらいで私は痛感しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、たびたび足立区議会議員の小倉修平でございます。まずこの一卒のですね、ほぼ決定までの期間、これはまあ、私足立区で、足立区6カ所福祉事務所あるんですが、福祉事務所だったり担当者によったり自治体によったりで案件によっても全くバラバラです。私がこの間を対応してきたので最短では3日で決まった方が2人いました。大体平均1週間ぐらいでした。それはただ私が一緒についていってああだこうださんざん言った中での決定です。で一方でですね、やっぱりその担当者のその事務処理ミスの遅れでですね、2週間以上過ぎた例もありました。でこれ本当ピンキリなんです。これは、まあ、調査なんどうこうってさっきありましたけれども、やっぱぜひやっぱり厚労省から一回実際に落としてその現状を拾っていただきたいです。まあもちろん回答する側は当たり障りのない回答しかしないですけれども、それがやっぱプレッシャーになりますのでよろしくお願いします。であとですね、この貸付金制度、まずこの制度としてないんです。これも福祉事務所の窓口また担当者によって対応の仕方が変わってましてですね、大体私が一緒に行った時は足立区の福祉事務所で金庫から1万円出してきて、その場でこう貸付書をこうサインして、でなくなったらまた来てくださいと。でその間に大体まあ保護決定するパターンが多いんですが、一方で違う福祉足立区内の福祉事務所に行ったらですね、なんか14日間に決定しなきゃいけないということで1日1000円移動して14日間で1万5000円貸付けた例もあったりとか、それも場所によってバラバラで、その時によってフードバンクとかいろいろ災害物資で残った食料が出たり出なかったり、でこれもですね、やっぱ自治体間にバラバラなんですね。でここは要望の中には基準示してくださいとあるんですけれども、私としてはそれ制度としてぜひこう仕組みとして作っていただきたいということを要望します。はい、以上です。すいません、船橋はこういう例ですということだけ簡単にお話しします。で貸付金については、1日500円、2週間まで、でそれも社協がやってますと。で社協に言ってくれと、なんで500円なんだと。でそれは社協決めたことだから我々は扱いしません。ただ社協の規定にはね、社協は貸付金制度は最大3万円とかそれぐらいなんですよ。ただ政府は1日500円とか書いてある。で規定があるからというので、でこんなの社協で決められるわけはないんで、市の特許がやってると思うんですけども、でしかもね、毎日取りに来いんですよ。1日500円毎日取りに来いって行くのに、ね、片道300円だ、ね、まあ、船橋もそれは広い市ですので、かかるわけですよ。バス乗ったら片道180円で、でなくなっちゃうわけですよ。でしかもね、500円でなんとかなるでしょうと。人間は水と、塩と米があれば生きていけるんだと。で、50円のおにぎり3個買っても150円しかかかんないでしょとか、そういう言い方もするわけですね。ちょっとそういう意味では本当に健康で文化的な最低限度の生活っていうところでね、やっぱり出しかけてどうなのっていうね、ことを言わざるを得ないということです。はい、水沢さん、私もちょっといいですか。すいません、私も千代田区に行った時に千代田区お金出なくて缶詰ですよ、金ビロごぼうの缶詰を15缶 と、もう一つ白ワインを13個と、もう一つサンマの小焼き15缶と500ミリリットルの水何本か、これで1ヶ月ぐらい生活保護にはかかるよって言って1円も出せなかったんですよね。でそれでも元国会議員も連れて行ってやっと出たんですけれども、千代田区はそういうふうに現金で災害備蓄用のものを缶詰を現物支給しているので、それはちょっと異常だと思います。だから本当に一律で決めてほしいです。あ、すみません、ちょっと言い忘れたのは、1日500円で14日間で7000円で、まあ、なんとか一括で出すようにという交渉でそうはなったんですけども、でもね、手持ち金が2500円ある。で、引いて4500円ですよって言って、手持ち金引いたんです。引いたんです。だからね、基本的に、1日500円で生きろっていう、そういう話なんです。以上です。はい、ちょっと、各所に聞いたら、実態が出てきて、ちょっ
するともうそろそろ時間で次のパートに移らないといけないので。というかですね、今日私もみんなの話のフェイスブックとか見て、無料定額宿泊所が強制される、事実上強制されるとか、で今日三玉の方の例とかも、だからいろんな例を聞いていただいて、やっぱりその現場、ちょっと思考停止になってるというか、行きゃいいというか、まあ、頼ってるんだと思うんですよ。で今日せっかく聞いていただいたので、厚生労働省として、これをちょっと受け止めて、やっぱり生活保護の要件とするのが、やっぱ強制収容所みたいだっていうのも、この感想文の中にも入っているので、やっぱりおかしいじゃないですか。でぜひせっかくこういう機会にいてくださるので、このことを受け止めて、まず無料で無定の強制をしないように、まあ、発出してもらうとか、やっぱりこう持ち帰ってどうすれば現場がもっと良くなるかっていう対策、傾向と対策を出していただけないでしょうか。でその今日なんかこうひどい話が山盛りどんどん出てきたけれども、いい話もあったんですが、貸付制度のところなどの問題点なども厚生労働省として何ができるか、やっぱりこう現状を把握して対策をちょっと考えていただきたい。ちょっとこれ締めますけど、今日この12ページのやつの三玉金案件なんですね。実は我々のそのコンナクションのところで、これ区分をやってます。で千葉もやってます。千葉も始めてます。神奈川も始めてます。ということは僕らのところで具体的に、首都圏の方ね、方の都合の地域で今の実情が把握ができています。で我々自身これ対策をやってるわけじゃないんで、ぜひね僕ら自身もこの結果を全部具体的にね、ちゃんとその厚労省さんとの論議の材料としたいんですよ。だから全部これはまとまった段階で一回ね、それは厚労省の皆さんと我々のところで、もし我々のところで認めていただけるんであれば、ちゃんとね今のその実情把握についての懇談会をね一度でもさせていただきたい。そこで実態把握をして共に改善のね論議をしていくというね、前向きな話でいきたいんですよ。どうでしょうか。どうでしょうか。だってこれだけ全部入れたの時にね、先ほど貸付金も僕らみんな申請同行してますから全部データが出てきます。だからその厚労省が通知している文書がどの程度徹底されているか、で無定の状態がどうなのか、でその利用者の声はどうなのかということも含めてね、やり取りができると思います。すごいね前向きな話ができると思うんです。それをねやっぱり1ヶ月以内に1回ねそのやり取りができない。なんで1ヶ月以内かというと事態が深刻だからです。そういうのは持てませんか。ぜひね、厚労大臣も含めて、検討できませんか。最後に一言。はい、ちょっとバーという話ですけれども、すみません、ちょっと私はあくまでもオーカーとしての職員ですので、まあ、オーカーとしてこういらっしゃった場合にはですね、当然、丁寧にお答えさせていただくと思うんですけれども、厚生労働大臣ということになりますと、何も申し上げられないです、大変申し訳ございません。ただ、まあ、はい、だから皆さんの出生ともね、その例えばその課長代わりちゃったらそれいいから、そういうようなその現状の把握のために現状把握してるわけだから、そのための懇談会みたいなものをぜひとも開催してほしいんです、うん、そのことを省庁の中で今日報告してほしいんです。調査をしないんだったら一旦そうしないんだったらより私たちの話をちゃんと聞いて、例えばですね実際権限持ってやってくださるのは課長補佐とか課長とか現場じゃないですか。ですからもちろん厚生労働委員会で質問とかそういうことあるにしても、私たちが望んでいるのは現状を変えたいんですよ。でデータはあるので、まあ、今日はもうちょっと時間なので別途事務所の方から交渉というかレクというか懇談会の機会をこの件についてこの今日のその住まい生活保護分野要請項目のこの分野に限って
厚生労働省と、また、だからあなたで結構ですっていうのは変ですが、もちろん上司が来ていただければでもいいんだけれど、実際は実験持ってて、現場で動かせる人たちと話し合いができればいいと思うので、今日はちょっとイントロっていうか、こう、現場を知ってもらうっていうので、そこの次に一体どういう通知を出したらいいのか、何をしたらいいのか、厚生労働省として自治体に何を言ってもらったらいいのか、まあ、研修の中身にも反映すると思うので、ちょっと事務所の方から1ヶ月以内に、まあ、ぜひまたこういう、あ、ちょっとこじんまりになると思うんですが、この件だけについて交渉する機会を作ってもらうようにしますので、まあ、連絡をしますのでよろしくお願いします。承知いたしました。いただいたものに関しては拝見させていただいて、課内で共有させていただきます。お願いします。はい、はい、じゃあ、この何か、ね、前向きに話できる雰囲気になってきたなということで、なんか非常に希望が出てきたということで、この第2項目については終了させていただいています。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。はい、じゃあ次、第3の方に移るんで、はい、10分くらいですけども、最後、今日の最後ですね、ホームレスの方への給付金支給と感染対策を求める政府方針ということです。よろしくお願いします。ですね、今日のページで言うとですね、47ページのところで、なんか丸2が刺さりますけども、合計4点ですね、4点こちらの方で、要望させていただいてます。で、お願いしたいのは、時間が非常に限られているので、まずその省庁の方から回答いただきますけども、細かいやり取りはやり取りができるので、結論を先に、質問、回答、結論をだけを先に言っていただいて、その中で討論していきたいと思っているので、よろしくお願いします。じゃあ、毎日の10年、10万円の給付金の給付要件から住民登録を外してください。というところの回答からお願いします。総務省特別定額給付金室でございます。ご要望の丸一番につきましては、特別定額給付金につきましては、仕組みの簡素化、給付の有無の確認、二重給付の防止を図る観点から、住民基本台帳の情報に基づきまして給付を行うこととしております。従いまして、いずれの市町村にも住民登録がない方につきましては、まずは現に居住している区町村において住所認定受け、住民登録をお願いをしているというところでございます。その上で、我々の方としましては、ホームレスの方々が、住民登録を円滑に行えるようにということで、これまで4月、6月、7月、たび重ねてですね、市区町村に対しまして、住所認定の取り扱いですとか、給付に向けた、手続きが円滑に進められるような取り組みを進めてきたところでございます。以上でございます。では、丸2番につきまして、各自治体にワンストップ相談窓口を作るように働きかけをお願いしますというご要望でございます。こちらにつきまして、先ほどもちょっと言及させていただきましたが、具体的には7月17日に、各自治体に向けまして、総務省から Q&A をお示ししておりまして、その内容としましては、例えばその住民登録がどこにあるかわからないという方ですとか、住民票がないという方から給付金の受給をしたいというような相談があった場合にはですね、住民制度担当課、いわゆる住民課というところと連携をしながらですね、相談を受け入れる体制を整備した上で積極的に相談に乗っていただきたいということ、その上で、ワンストップの相談窓口の設置をぜひご検討いただきたいということで、すでに自治体向けにお示し、お伝えをしているところでございます。はい、じゃあ続けて、丸3、はい、丸3番、申請期限を延長してくださいということでございますけれども、特別定額給付金の申請期限につきましては、郵送申請方式の受付開始から3ヶ月ということになっておりますけれども、こちらも7月17日に各自治体向けに、ご案内しておりますけれども、やはりその住民登録の手続きに時間がかかると、それによってその申請期限を過ぎてしまうんじゃないかというような心配のお声をいただいたというところもありますので、住民登録のですね、意向を持つ方から、その給付金の申請があって、ただ、まずは住民登録なんだけれどもという場合におかれましても、
その住民登録の審査の結果、さかのぼってですね、申請期限までの日付で住民になるというような形でですね、住民票が作成された場合にはですね、適正な申請として取り扱って差し支えないということでですね、自治体の方に運用の方を周知をさせていただいているということでございます。以上でございます。はい。じゃあ、続けて、はい、その医療者の声を聞いてほしい。厚生労働省でございます。担当が2人おりますので、申し訳ございませんが、分担してお話しさせていただければと思います。私からは、PCR の検査体制の拡充というところで、ご説明になります。なかなか発熱しても受診できずに大半身されているという、そういう声をいただいておりまして、これにつきましては、これまでもですね、医師が必要と判断した方とか、あと症状に関わらず濃厚接触者の方、あとは感染が拡大しているような地域、こういったところにですね、幅広く検査を行えるようにということで、これまでも体制を拡充してきております。地域によってはそういったことが発生しているということがございます。ここは地方自治体とよく情報共有いたしまして、引き続き検査体制の拡充に努めてまいりたいと思います。同じく厚生労働省でございます。医療提供体制の確保についてございますけれども、6月19日の事務連絡におきまして、国内のこれまでの感染実績を踏まえつつ、新たな患者推計を都道府県に対してお示ししたとおりであります。で、各都道府県におきまして、現在その新たな患者推計のもとに、感染拡大のペースに応じた病床ですとか、宿泊療養施設の確保の計画を立てていただいておりまして、全都会計画をもとに必要とするすべての方が適切な医療を受けられるように、コロナ以外の一般医療の確保とも両立した医療提供体制の整備を行っていただいているところであります。厚生労働省としましても、来年の予算におきまして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を積みましておりまして、その中で受診医療機関への支援等を講じることとしておりますので、今後も必要な病床ですとか、宿泊療養施設等の確保を確実に行えるよう支援に努めてまいりたいというふうに。以上です。じゃあ、今日具体的な回答はあまりなかったんだけど、じゃあ森さん、中村さんの方で、あと、今日クルークに来てるんで、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。横浜市の寿町で、医療と生活の相談担当しています、看護師の森と申します。まず1番、定額給付金の給付要件から住民登録を果たしてくださいということは、先ほどのことから、ね、ずっと続いて言われてますけれども、これは何としても、漏れてしまう人がまずいるということなんです。住民登録を要件としてしまったら、私の関わって農職している人もそうなんですけれども、それから外国人の方ですね。でこのやっぱ給付金の主な、いわゆるコロナで被害を被った人をに対象として、なんとかこの生活を支援するという目的ですから、そこから漏れてしまう人が出ることは制度上非常に問題だと思います。それから迅速に給付するためにも住民登録制度が必要だということだと思うんですけれども、あと二重給付を防ぐところですね。これも戸籍をたどって本人確認する方法、それから生活相談とかして役所に結構相談できて残っているんですね。あとは外国人の方も支援者を対した本人確認、あるいは本国に本人確認することもできると思いますけれども、二重給付というのは防げる方法はいくらでもあります。これはもうやらないのは役所の怠慢であると思いますので、住民登録を要件にしなくても二重給付を防げますし、迅速にといってもですね、もう 98% 給付されてますから、あと残り 2% は本当にこういう困った人なんですよ。困った人というか給付が受けにくい人なんですね。その人にじゃあやっぱ丁寧に対応すべきなので、ぜひともこれは重ねて住民登録要件を外していただくようにぜひともよろしくお願いいたします。中村さん、いいですか。外国人の問題でもこの問題が大きく取り上げられています。実際住民登録できない外国籍の方もたくさんいるわけですけど、日本は日本っていう国がある時からね、
住民票の定まってない人はずっといるわけです。一人もいなくなった時代ってのはありません。で、問題は必ずその時の政府や施策によってその人たちが社会的に排除される、歴史が積み重ねられてきたってことなんですよ。で、今回コロナ緊急対策でどんな理由であれ路上生活者や一部の外国人をあらゆる対策から排除したというのが今回国の政策なんですね。で、こういうことは理念的に言ってまず許せない。戦前も戦後直後もあなた方は変わらないやり方で弱者に向かってるってことです。で、これはどう言おうか私たちは抵抗します。そういう国は許せません。だから外人であれ路上の人であれ住民票を基準にして制度から外すとか外さないとかそういうのはそもそも成り立たないというふうに考えておるっていうところです。はい、2番目は、いや、だから、ちゃんとね、今、全部書いてもらったんで、丸1について、ちゃんとしっかり、それこちら言いっぱなしになって、具体的に今ね、そういう発言があったんだけど、要するに差別しないでくださいよ。そう、制度的な排除です。そうです、排除です。差別。そう。あなた方が作ってるんだ。そう。その問題に対して、ちゃんと考えてほしいんだよな。一番ひどいのは、都内の、東京。東京都の都区内の地方自治体です。国がちゃんと示してくれないから自分たちは断るしかない。で、みんなはもう諦めかけてる。都内の路上の人たち。だから、その丸さんのところのその延長の問題あるじゃないですか。そういう状態で排除されてる人たちがいるのに、ね、もう自治体によってはその今月でみんなね、この終了したりとか、もうそれその状態じゃないですか。排除して終わるんですか。丸1と丸3は一体なんですよ。で、本当にね、10万円っていうのがその本部の人たちが 1ヶ月や3万円ぐらいで暮らしてると、3ヶ月分のね、生活費なんですよ。その実情なんかも含めてちょっとね、一回ちょっと回答してください。ね、要するに、まあ、再検討できないのかということ、その上でちょっとやりました。まあ、この住民登録の要件を外すという点につきましては、まあ、これまでもですね、さまざまな団体さん、また自治体からも、まあ、そういったお声をいただいているところではございますけれども、総務省としまして、検討させていただきまして、やはりその住民登録を行えないままですね、給付対象とするということは、二重給付の防止などの観点から、まあ、難しいというような回答で、これまでお答えをさせていただいているところでございます。それに対して今日言ってんだよ。ちょっとよろしいですか。私はホームレスの方の支援をしてきてます、府中緊急派遣村のメンバーでもあります府中の市議会議員の前川でございますが、ですね、まさに今日5月の頭に府中市で、生活保護をかけた方の戸籍がまず分からない、本籍がどこにあるか分からない、ご本人の記憶があやふやで分からないというので、1ヶ月以上かけて市役所と私のもとで探した結果分かったんですよ。で、前日事項を取れたんですよ。不評も取れたんですよ。だから不評に調布市の住所があったんですよ、隣の市の。で、そこから転出届もらわなきゃいけないかと思って行ったら、それは調布市の台帳でも抹消されてるんですよ。だってどうするんですか。不評には、戸籍の不評には残ってるんですよ。で、調布市の台帳では消されてるのよ。じゃあどうするんですかっていうのを今調布市に投げてあるんですけど、これが間に合わなければ、調布は9月7日までですけれども、もらえないんですよ。だから現地主義にしてくださいよ。生活保護かけてるんですよ、府中市で。そしたら府中市で取れるようにしてほしいんですよ。もう一人いますよ、除籍されてる人が。失踪宣告を受けて、で、除籍されてて、
もう手も足も出なくなって今手続きしてしてますけど、多分間に合わないですよ。その人も府中市で生活保護かけてるんですよ。住民票なくたって生活保護はかけられるでしょ。ただ生活保護は元に住民票をかけられるようにして、住民票を置けるようにしてください。そしてそれと住民票と、定額給付金がの手続きが連動はしてません。現場では全然連動してません。住民と、この間は遠くの大阪に住民票がありました。それで一回転出させて、それと同時に、定額給付金を、申請して、でその定額給付金の方を転出して府中に転入したから府中の方に、輸送されてきてましたけど、何度も何度も何度も私たちね、現場でね、手続き踏まなきゃいけないんですよ。現場主義にしてください。河原にいますよ、私たちの府中にはまだ3人いますよ。その人たちどうするかってまだ決着がついてないんですよ。10年もそこに河原に住んでて、府中に住んでて、支援団体が分かっているとね、そしたらその人たちに支援団体と市役所の人だって分かってるんだから、現場主義、府中市の人として府中市で支払いができるように、そういうふうにしてください。この間も生活保護が前提で住民票が置けないのだったら、定額給付金は払えないというふうに言われた自治体がございましたので、論破してまいりましたけれども、現地主義、生活保護、そうでなくても外国の方も普通にいっぱいいらっしゃいますので、とにかく現地主義にしていただきたい。住民登録なんて本当に私今日つくづく思いましたよ。不評にあるのに台帳にない、これで何がね、迅速で二重給付が防げてで、そんなこと言ってる場合じゃないでしょっていうのが今朝の体験で、今までの体験、その辺のところ、現場をよーく見てください。とにかく現地主義にしてください。あ、ごめんなさい、ちょっとすみません、私は無難の適用をやっている山本ひとみと申します。先ほどの補足にもなるんですけど、私もこの問題で当事者のホームレスとか乗り越えをしている人たちなどの交渉に立ち会いました。それでその実際委員の方は誠実にね、時間を取ってやっていただいたと私は思っているんですけれども、でも法務省が決めていることってありますよね。でその住民票がないというのが福祉全体の原則になっているから、それを一時事態で、ね、変えるというのは難しくなっているし、無駄しますと言えばもう締め切りが21日になっているけれども、これが法務省が期間を決めているから延長もね、やっぱり自分たちだけではできないって言ってるんですね。ですので私も議会でも言ったし、当事者の方の同行訪問もやりましたけれども、法務省の方が態度を変えて実際でね、もう少しちゃんとした対応ができるように窓口でお金を出したりとかですね、できるようにしなければなかなかもう話が進まないんです。事実のことをね、ここで訴えておきたいと思います。ですか、質問4点挙げてて、一番今強い要望としては3点目の申請期限を延長してくださいっていうのが全国で上がってる声で一番大きい要望なんです。ですから、2番目のね、ワンストップ相談窓口とかは大阪では非常に進んでるし、いろんな相談案件、今日の東京新聞には失踪宣告でも10万円給付っていうふうに出てますけど、別に住民票を寄らないでも出すことは決めてるわけですね、もうすでに大阪市では。で、神奈川もみんな頑張って当事者と話をしてですね、相談窓口に誘導したりして相談窓口が機能をし始めてるわけです。で、一番機能してないのは東京なんですよ。でね、やっぱり路上にいる人が申請しようという気持ちになるにはどうしたらいいかっていうことから考えなきゃいけないわけです、我々としては。だからそういう意味であまりにも時間が足らない。で、申請をどんどんし始めた大阪の方が一番期限を延ばしてほしい。そういう状況も含めてね、3番目の相
その申請期限を延長してほしいというのが、あの今回4つの中で最大の声に集まっているので、これをなんかどういうふうにしたらそういう決定に持っていけるのか教えてほしいんだけど、今日はあの無理だみたいな回答だったけど、どこにどういうふうに申請すればそれが延長できるのかね。ですね、あの一律で今年度末2021年3月31日までの延長ということはあのできないということでございますけれども、先ほどちょっと申し上げたのは、まあ、その前回としては住民登録をしていただくということですけれども、その住民登録の申し出をしていただくと、まあ、その際に基本的にはその給付金の申請の申し出もいただくということになると思いますけれども、その時点でもってですね、まあ、あのある種申請があったものとみなしてですね、その後の手続きが、まあ、どれくらいかかるかというところもありますけれども、例えば申請期限が増すぎてでもですね、あの給付金の適正な申請として取り扱うということでございまして、今、まあ、あの各団体におきまして、まあ、申請期限までにそういったですね、申し出をいただくような形でですね、あの先ほども研究させていただきましたワンストップの窓口ですとか、個別にこうアプローチいただいたりとかということでですね、取り組んでいただいているということで承知をしております。あ、昨日もですね、私あの野宿している方と相談行ったんですけれども、諦めちゃってる人が多いんですよ。もう野宿知ってたらもうもらえないんじゃないかって。圧倒的にですね、この制度の周知が足りていないんですね。まあ、どうせもらえないから諦めてる。今やっとこれはもうもらえるかもしれないっていう、私たちまあ宣伝してビラとか配ってですね、それでやっとこれはもしかしたらもらえるかもしれないって言って、昨日行った人はたまたま農職しているけど住民票がまだ残ってたって人だったんですね。だその場合はもらえてたんですよ。ただ今その農職していて住民票が残っていない人、それも全然もらえないじゃないですか。今からあのこのもう今月にも期限が来ちゃうんですよ。そういう人、本来であればもらえる人にもらえなくしてしまう、諦めさせてしまう制度っていうのは、制度自体がやっぱ問題だと思うんですよ。これまずはですね、延長して制度をちょっと変えていく、まあ、住民登録の要件とかも含めてですね、まずは延長が必要じゃないかと思いますよ。3月31日、まあ、一律あの申請すれば、ね、まだ政府とかそういうんじゃちょっと、とても間に合いませんから、まずはですね、あの来年3月31日まで延長っていうのは必ず必要だと思います。ぜひ検討をお願いいたします。検討できますか。もうだって8月終わっちゃう。まあ基本的に先ほどご回答させていただいた通りになります。なんで人が死ぬんだよ。ですね、あの私はあの横浜ことき町で日雇い労働者組合をやっている近藤といいます。実はですね、最初の頃総務省がですね、出したチラシを非常に喜んだんですね。日本にお住まいの全ての人へって書いてあった。でその後ですね、ホームレスだって受給できるよって政府は言った。で我々はですね、本当かなと思ったけれど、路上の人も回ってますから、簡単だともらえるって言ってるよ、じゃあ行こうじゃないかって思う。どうせ俺何言って俺たちもらえるわけないじゃないかって言うんですよ。リーマンショックの時ももらえなかったし、今回だって同じだよって言った。でそもそもですね、全ての日本に住んでる全ての人へって言うんだったら、少なくとも周知するのは政府の責任じゃないか。路上にいる人に周知したの。路上にいる人はね、ほとんど知らないんだよ。しかも自分たちはひどい目に遭ってきたからくれるわけじゃないと思ってる。でも我々一生懸命、もしかしたらですよ、結局俺はもらえなかったじゃねえか、お前ら嘘つきだって言われる。お前ら支援団体は嘘つきだ。そういうね、リスクを背負ってやってるんですよ。で、この間ですね、横浜市とは何度か話し合いを持って、実はワンストップができるようになりました。もう2回やって、そこにおいでになった方はほぼ全員が手続きを進んでいます。問題はね、例えば職権で少女されたりしてして、どこにも住民登録がない人です。皆様はね、日本に住んでる全ての人に渡すんだって言ったんだから、それは責任があるんですよ。
住民登録があろうがあるまいが、そういう人に渡す責任があるんだ。一番困ってる人に渡す責任があるんです。それはね、二重防止給付の防止のため、そんなこと言っちゃいけないよ。今日の新聞にだって二重給付があったってケースがそう報道されていましたね。住民登録があればそんなこと起こりません。そんなことないよ。実際にはね、そういう事件も起こっているんです。で、実際に俺はもらえないよって諦めてる人、その人にね、10万円を渡すことを考えてごらんなさいよ。それじゃ何すると思う、10万円で。普段大したもん食ってねえから、うまいもん食いたいなって言うんだよ。その後ね、まだ3ヶ月これで暮らせるっていう。一番困ってる人に、ね、この制御が届いて叱るべきじゃない。それをね、二重給付防止のためにどうしても住民登録が必要だというのは怠慢です。国民の権利はあなたないがしろですよ。それとも路上生活する人間は国民じゃないのか。そのような怒りを持ってるんですよ。あなた方がね、これが一番いい方法だって言うけど、それで落ちこぼれる人がいます。では二重給付を防ぐために住民登録一番いいと思うけれども、漏れた人はどうしましょう。漏れた人はこう考えますということを言って初めて政策になるんです。そういうことも考えないでね、いやこれが一番いいんです、何を言ってんだと思うんですよ。だから路上にいる人はね、どうせ俺たちはもらえねえって諦めてしまうんだよ。国民の中にね、諦めをあなた方も打ち込んでるんだね。漏れた人90何パーセントが実行できてるかもしれませんよ。残りの数パーセントの人にどう受給してもらうかということを政策的に打ち出さないと、この制度は結局一番困った人にも届かないと私は思います。ちょっと聞きたいんですけど、この僕らのその要望が、来年の3月31日です、ね、例えば具体的にこのこと自身が、例えばね、今年の12月31日とか、そういうことだったら検討できるかな。もともとの制度立て付け上、その郵送申請の受付開始が3ヶ月ということでですね、自治体の方でやっていただいておりまして、そこをですね、一律、例えば年末までとかっていうことは難しいという。なんで今こういう現状を抑えるんでしょう。一番困ってた人が受けられないじゃないですか。そういう制度の組み立てでやったんだけど、現状はね、こういうことだと。先ほどこの前にね、その外国人たちもその交渉もやったんですよ。ね、その身の受けられていないと。そうしたら政策として変わるのは当たり前でしょう。一番受けられなきゃいけない人たちが、受けられてない現状があるということが分かってきてるわけよ。ね、そこはどうなんですか。そういった現状につきましても、各自治体さんから、我々もさまざまなそのホームレスの関係のですね、支援策に関する通知をお出しする中でですね、ご意見を受け止まってきているところですけれども、我々としてですね、お示しをしているその申請期限の取り扱いというところでですね、対応してまいりたいということで。だからさ、死んでもいいんかって聞いてんだよ。死ぬぞ、本当に。ね、さっき学校でやったんだけど、さ、このね、写真出てるよ。所持金0円で、ね、助けてほしいという声がいっぱい来ていて、我々民間団体がこの間ね、2000万ぐらい拠出してるわけですよ。それただの一部。ね。その人たちが路上とか、公園とか、例えばね、本当にその医者に行きたい、泣き叫んでるんですよ。それに対してそんな回答ないでしょ。ね、だから僕は一歩ね、引いて、3月31日って書いてあるけども、ね、例えば今から4ヶ月後に延長できないんですかと、まとめて言ってるわけですよ。このまま行ったらね、冬どうやって過ごすんですか。冬まで多分生きてないんじゃないかな、こんなことやったら。だって今、所持金0円なのよ。ねえ。なんでそのことって、じゃあそのことを本人たちに言えるか。
なんでそれ回答するんだろう。まあ、重ねてになりますけれども、これまでですね、さまざまな形で、まあ、その申請方法ですとか、給付の仕組みにつきまして、まあ、自治体を通じてですね、周知広報を行ってまいりました。そういったこともありまして、一律での申請期限延長ということは、困難ということでございます。申請期限もさることながら、この1の2ポツのところなんですが、ここにある戸籍をたどって本人確認する方法や役所に残る以前の相談履歴、申請を犯した存在証明などで二重給付を防ぐことができる。給付しないための状況を考えるのではなく、給付するためにどうしたらいいかを考えてほしいというのがあるんですね。で、私は やっていただいたのは、総務省は DV や児童虐待のことで言えば、多分コラボとか、あるいはDV シェルターやワンストップサービス、いろんなところがやっていると、夫のところに住民票が残っていても給付するっていうふうにしていただいたじゃないですか。でもちろん夫が素早くもらっていたら二重給付になっちゃうんだけれども、その夫に対して返還請求を求めるっていうのはあると思うんです。ただ、正直言うと DV やるような夫がなかなか返してくれないんじゃないかと思うんだけれど、私はある意味二重給付が万が一起きるかもしれないけれども、ただ夫が素早く請求したら4月中にやっていたら夫の方に行っちゃうわけじゃないですか。で、夫に返還請求しても返してもらえなければ二重給付になってしまう可能性があるけれども、 DV や児童虐待で逃げている人に給付する必要があるというふうに考えていただいたんだと思ってるんですよ。二重給付がいいっていうわけではないんですよ。二重給付はもちろんそれはおかしい話だけれども、でも重要なことは本人が二重給付を受けるんじゃなくて、そうなんですよ。で、もしかしたらその人ホームレスとかなったらもう抹消されてるかもしれなくて、二重給付だ二重給付だって言うけど二重給付じゃないんですよ。それから少なくとも本人が二重給付受けてないんですよ。可能性が多いんですよ。つまりどっか家から出た何かのところのね、何ももらってない。つまりどっか何とか県の何とかのところでもしかしておじいちゃんがもらってるかもしれないが、それは返還請求の必要はあるけど本人は実はもらってないんですよ。だから二重給付って言うけれど本人の二重給付ではないんですよ。で、私は DV や児童なんか長くしゃべってすみません短くしますが、DV や児童虐待の時は生徒を考えてくれたんですよ。それは本当に感謝してますよ。で、同じようにホームレスの人たちも本人が二重給付じゃないんだから、二重取り人はははっていう話じゃないんだから、確かにホームレスを食い物にして、私福島みそホームレス中に玉転がして、なんかねもらって100万もらってピンハネしたれっていう人もいるかもしれないけれども、でもそれぞれ横浜であれいろんなところであれ、その信頼関係ができる NGO 団体もあるとすれば、そこを信頼して大急ぎでこの何かの証明書があれば、だって、コラボとか児童虐待のや DV の場合は出してるんだから、同じようなことをホームレスでもできないかと思うんですよ。で、確かにどこかの住民票が万が一残ってて、それで10万取った人がいるかもしれないけど、 DV だって児童虐待だってそこは理解してるんですよ。返還請求するっていう建前のもとで、ね、それがちょっと言い方悪いけど、ジャム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 持続化給付金じゃなかった GoTo キャンペーンとかね、ここのを考えれば10万円のこういうことって国家財政から言ってこう目くじら立てる人っていないと思いますよ。今死ぬかもしれないホームレスに10万ちゃんと支給するっていうのは血を絞ればできる。ちょっと何かですよ。だって DV や児童虐待ってやってるんですもん。本人が二重取りするんじゃないんですよ。だったらで悪いけどほとんど抹消されてる可能性もあるよね。もう長期間経ってるから。で、実はホームレスの人たちは住民票を作ってやると多重債務で追っかけられる可能性もあるから、何かその信頼できる NGO とそこを信頼して、ホームレスに支給するっていうことは考えうるんじゃないかと思ってるんですよ。だからできないっていうんじゃなくて、できる方法をぜひ考
考えていただきたい。でそれを期間延長してもらうことを望むが、今から大至急それを例えば2週間以内にやるとかね、それもやれるんじゃないかと思ってるんです。いかがでしょうか。さまざまなご要望というかですね、ご意見をいただいている中で、まあ、直ちにこの場でですね、そういったスキームであればできますとかですね、そういった回答ちょっとこの場ではできませんということでご理解いただきたいと思います。あ、とりあえず延長しましょうよ。それをまず、その上で分解じゃないですか。すいません、日本学科の職員の本村良子です。この、 特別定額給付金ができた時に、もう総務省さんとやり取りをさせていただいたんですけれども、で全ての人にやっぱり情報が届かない方が見えるわけですよね。で全ての方に届くまでその期限を延長することも含めてですね、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。それでその今は考えられないけれども、その、まあ、ギリギリになった時にどういう、ね、支給状況にあるのかを把握してそれで、まあ、検討するというような話があったわけですよ、もともと。それで今まだ受け取って見えない方がおられるわけですよね、実際に。でその方々にしっかりと届くようにどうしていくかっていうことを改めて総務省として検討していただきたいというふうに思います。ですから期限、さっき一律に期限は延長することはできないっていうふうにおっしゃったんですけども、じゃあ一人一人の個別の事案に対しては柔軟に対応できるっていう理解でよろしいでしょうか。そういった趣旨でですね、我々住民登録の申し出をいただくタイミングでですね、申請期限前であればそういった方々の手続きが多少長引いても申請をですね適正の措置で取り扱うというような形で個々人についてみればですね、多少柔軟な対応させていただいているのかなというふうに思っております。例えばその情報が届かなかった方、そういった場合につきましてはやはりちょっと対応はできてないというかですね、今自治体さんの方で個別に巡回をしていただいて情報を届けていただいたりというような団体さんも承知しておりますし、今まさに頑張っていただいているところなのかなと思います。今届いていないっていうお話があったわけじゃないですか。届いていないし自分たちが受けられるって思っていないわけですから、しっかりと情報が届いて支給ができるように総務省としてもやっていただきたいんですけど、ほとんど地方自治体回ってないんですよ。回っても行政の方が来ても皆さんちゃんと話聞かないし、今までに差別された、無抵に何度も入れられた、そんな思いを抱いてる人たちがほとんどですから、地方自治体の方が回ってきてもほとんど聞かないんですよ。今情報を知ってる人はほとんど支援団体が膝詰めで話していってみんな広げてきたんです。だって現に路上の人たちに炊き出しをやったり無料の健康相談やったり、何一つこの何十年と援助なんかなるじゃないですか。全部支援団体任せでしょ、はっきり言って。私たちが要望してるのはひとまずね、その8月いっぱいっていう話になっちゃうわけだけど、申請がそれを、まあ、1ヶ月でも2ヶ月でも伸ばしてもらえれば、もっと本人たちを説得してですね、申請に向けて動き始めるんじゃないかと。大阪とかもう動き始めた、横浜も少なからずみんなやろうかなってみんな思い始めた、そういう段階じゃないですか。今やっと何ヶ月かかかって、だそれを言ってるんですよ。1ヶ月2ヶ月延長するだけで何百人っていう方、まあ最近のあれでは3000何百人って言ってますけど、何百人って方が10万円もらえる可能性が出てくるわけですよ。そういうことも含めて
本当にどっかで、決断できないのかっていうふうに思うんですが、どうでしょう。期間延ばせばね、知恵を絞ることができるんで、絶対お互いに。だって予算はもう通ってるじゃないですか。予算は確保されているんですから、それをみんなにお届けするっていうことを努力してくださいよ。まあすいません、この場ではなんとちょっとご回答ができかねますが、まあ、今この場でお答えできる内容としては、先ほど大学私の今日この論議聞いて市長に持ち帰って、今日こういうようなその現状の報告があって、こうしてほしいという話もあって、それを持ち帰って論議はできますか。当然こういった貴重な機会でご意見をいただいたところですので、そうしたら、はい、で串間水道事務所を通じて、我々としてはこれ時間がないんで、1週間以内に具体的に論議をしてほしいんです、急いで。それで串間水道事務所の方からに対して具体的なその論議の結果も含めて回答いただきたい。お願いします、ね、そうしましょうよ、うん、それで、ね、具体的に現状を変えられるのか、もくろみ、それはできますか。まあ、その議員の方が出ますから、そういうことですね。ご回答の内容はちょっと今では、まあ、いいわけですけれども、はい、福島先生のところにお届けをするということで、はい、承知をいたしました。一点だけちょっと申し上げておきたいんですけど、台風被害の時に台東区で路上の方が避難所利用を求めたけども、区役所はそれを断ったっていうことが問題になったことがあるんです。でその時国会でも取り上げられて、その時こういう緊急事態の時はどなたでも救済の対象になるんだ、安倍首相が答えて台東区が慌てちゃったわけですね。で庶民は安倍首相のその時の言動に非常に大きくよく言ってくれたっていう声が上がったんです。今の実情分かります。コロナ対策を含めてですね、国は何をやってるんだと、何も見えてきてないです。普通の商店街のおばさんやおじさんが働いてる人も含めて、国は何やってるんだと、地方自治体が頑張ってるのが見えると、正しいか間違いかともかくとして、地方自治体は豪騒をして頑張ってると、国は何もやらないじゃないかって声をなっているって、今回の10万円の給付問題も、コロナの感染症対策も、路上の人や外国人も受けられません、実情はっきり言うとね。そういうことも含めてね、今本当に世論は国は何をしているのかということで沸騰してますよ。ぜひですね、私その期限延長の問題は鎌ヶ崎や九州も含めて皆さんそう思ってますので、ぜひ市中会内に検討してもらって回答を願いたいと思います。よろしくお願いします。はい、住民登録にどうしてそこまでこだわるのか非常に不思議なんですよ。でまあ、総務省さんもね、事務連絡でなるべくこう給付ができるようにっていうのを出してるのは承知してるんですけども、例えば自立センター、自立支援センターの方がいいですよ、あるいはビジネスホテルでもいいですよ、ネットカフェでもいいですよ、でも自立支援センターがないところ、ないですからいっぱいあります、それからビジネスホテルもネットカフェもね、その相手方が嫌がる場合があるわけですよ。あるいはそういうことを相手方にとか問い合わせをされることを嫌がる本人もいるわけですね。だから現実にはそれでは漏れちゃうわけですよ。で先ほど言われた遡っての話もね、そもそも住所がないと申請できないじゃないですか、ね、でだから住所がなくて住民登録ができない場合の漏れが現実にあるっていうことですから、じゃあそういう人たちにどうやって支給するかっていうことでね、もともとの立て付けについて改良するというか改善するというかね、じゃあ二重受給が問題である
であるならば二重受給をあの避ける形でどうやってね、住民登録以外の方法で確認する手段を取るのかっていうところを、そこを知恵を出してほしいんです、ね、でも期限決まって迫ってますので、だからとりあえず延長した上でそこら辺はどういう可能性があるのかっていうのもね、そこをだから一緒になって考えていきませんか。いくつか提案も出てると思うんですけども、まあ、我々の方としてもですね、省内で、まあ、検討させていただいてきているところではございますが、今まで具体的にご要望いただいたものもですね、まあ、検討の、大内というかですね、訴状に挙げておりますけれども、なかなか、まあ、その冒頭申し上げたような二重給付を防止するとかっていうことをしっかりやるということになると、非常に難しいと。住民登録以外のことは何か考えたんですか、具体的に。住民登録以外のことは何か考えたんですか。今日のご要望のところにもいただいている戸籍をたどって番号に確認する方法なども、まあ、具体的にご要望いただいておりますので、こちらにつきましてもちょっと検討させていただいているということでございますけれども、その上で、まあ、今日ご回答させていただいているような回答になっているということでございます。船橋も明日なんです。船橋明日なんだって。明日早くやったから。泉さんもなんかもう終わってますよ、8月12日に。いいですか、それで。誰のための仕組みなんですか。役所のための仕組みでしょ。戸籍をね、取り寄せてってどれぐらい大変だか分かりますか。何十年も放浪してホームレスして野宿した人が自分の戸籍地はっきり覚えてると思ってますか。それ探すんですよ、一緒に。その間に挫折する人もいる、もう俺はいいよって鬱になる人もいる、自殺未遂する人もいるんですよ。で、探してみたら除籍されてる、失踪宣告。どうするんですか。でね、もう一つ、ホームレスを長くやってきた方々には自分を証明する身分証明書がありませんね。戸籍取るんだって身分証明書いるでしょ。何だっているんですよ、身分証明書持ってないんですよ。住民票立てようって言ったって住民身分証明書がないのよ。せっかく生活保護をかけて府中市で幸せに暮らしてもらおうと思ってる人が身分証明書がなくて大変なんです。今戸籍がトラックダウンできてないから動けない。そしたら府中で新しく戸籍立ててやっちまうくらいのことができればいいんですよ。じゃあ戸籍がありました、じゃあ津田市さっき言いました不評にはあるけど内調にはない、どうするんですか。今宙に見てますよ。何が二重給付ですか。そんなの役所の都合でしょ。一人一人の命を守るための制度にしてくださいよ。現場で、で延長してください。泉さんのは8月12日に終わりました。8月12日の決心でいいって言うから郵便局が閉まる5分前に駆け込んで申請書を出した人もいます。分かります。8月12日ですよ。で、お隣の調布9月7日ですよ。1ヶ月近く幅がある。どういうことなんですよね。できないことはないですよ。やってください。国のリードでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、時間ない、時間が来てしまったんで、ちょっとね、こちらの方が日程の指定なんだけど、ちょっと今聞いてると1週間でも長いので、それで、少女の方で、来週の月曜日までに今日のこの論議を受けて、そのということは今週その少女内で検討したいんだけど、一回その何でか言ってごらん、みんなほら期間が終わっちゃってるから。で、この週末のところも含めて内部論議を何もお願いできませんか。それで例えば分かった、来週の、火曜日までにその福島事務所の方に25日の火曜日までに、今日の論議を受けてその再検討できるかということについての論議結果を伝えていただきたい。その前もスケジュール的に詰まってるんで、その上でまたね具体的な話し合いをしたい。
これ今日ね、このパースで言うとそのホームレスに対してなんだけど、先ほど話したようにその外国人たちはほとんど皆さんもらえていませんから、それも含めてこの資料に全部出てますから、ね、で皆さんの早期にやってほしいのはこの申請期限の延長を早急に検討に入ってほしい。それだけは先にやってください。それでよろしいでしょうか。はい、あの来週の火曜日までご連絡するということで、はい、じゃあそういう形でなんとかね、このままで終わらせないということで、じゃあ時間になったんで、ちょっとその与田さんの声について何か言い切っておきますか。じゃあ、はい、一点、せっかく厚労省の方が来てるんでお願いします。軽症者宿泊施設ですね、これまあ自治体で借り上げている例が多いと思うんですけれども、ぜひ国が主導してですね、これ借り上げてほしいんですよ。あのなぜかというとですね、まず自治体によって村があるんですね。全然借り上げられないところもあるんですよ。そうするとですね、まあ、医療状態逼迫してくるともう本当に溢れちゃうっていうところで、あと特にやっぱり外国人の方とか自己負担で影響をかかなきゃいけない、野宿してる人もまあ保険証ないですから、まあ、そういう人たちがぜひ待機できる、入院まで待機できる場所と、そういうのも確保していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。なんかコメントありますか。いや、もう今しました。ご指摘いただいた点を踏まえまして、もしかして検討していただくんですけれども、そうですね、まあ、その府県単位でいただいているところで、まあ、地域ごとの実情を踏まえてというところもございますけれども、はい、今いただいた点はもしかして検討されています。じゃあ、時間になりましたので本当にお疲れ様です。ただ本当にそのなんていうかな、誰一人もやっぱり通さないでいきたいんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、それで、ただちょっと総括的に、お疲れ様でした、本当に最後まで。で、今日のその交渉は、とにかくその徹底的にそのゼロ回じゃなくて、具体的に次にね、つなげていくということを非常にやっぱり最初から念頭に置いて進めてきていて、例えばその生活保護の今の申請その実態についても我々もね、自治体議員の調査も含めて、具体的に我々自身は事実を積み上げて我々と望んでいるわけです。そのことも含めてちゃんと具体的に我々とちょっと話し合いのテーブルに乗せて、具体的な事実に基づいたその改善をちゃんとその法の精神に基づいてやってほしいと思います。それといえば今日ね、焦点になっているのはさっき中村さんが言われたように、ね、その排除されている人たちがいるんだということです、ね、その人たちに対して僕ら自身がそのことに対して無関心じゃなくて、ね、その差別するだけ、そういった人たちが具体的にちゃんと暮らしていけると、生存権が保障されると、そういうことも含めてね、今日、行ってね、やってよかったんではないかなというふうには思っています。で、これで終わらせちゃうと、ね、セレモニーになっちゃうんで、今日もちょっと串間事務所を通じて、やるようになりましたね。また継続的にその交渉が、まあ、3発連続やると危ないんで、ちゃんと分けて、しっかりね、やっていきたい。だから3発やってやるというと、緊急性があるから3発やるわけです。そういうことになると思うんで、引き続きね、応援をよろしくお願いしたいというふうに思ってます。本当に今日もそうだけども、いろんなその SOS が届いている中で、さっきの、ね、電話なんかで変わってくる、申し訳ないというふうに、そのね、SOS をくれている人たちに対して申し訳ないと言いながら、まあ、やってるんで、本当にね、みんなで支え合っていきながら、何かあった時には、もう今日助けに行きながら、やっぱり政治を変えなきゃいけないということです。で、各地域で、僕らはその緊急対応してるんだけど、さっきちょっと話してたんだけど、本当にその各地域市民ネットワークが連携してもらってますよ。でもそれだって各地域で網の目のように、ね、要するに僕らのところで言うと、こういう助けることができるよと、緊急アクションのそういうね、その活動で、僕ら自身が給付の支援なんかもできるよというふうにね、言ってくれる団体とか、その、とある自治体で、あまりにもその生活保護行政がひどいと、そういうこと自身を、市民運動のその自治体の市民運動の人たちは意外と知らないんですよ。で僕ら自身が
しっかりと発信していきたいと思っているので、ぜひ、ね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。終わり。